分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。それでは井上委員。私はまず消費税の問題についてですね、ちょっとペンディング状態だったんだけども、安倍さんが、増税するっていうようなことをまたおっしゃられてます。で、万一 10% などになればですね、というか一般的に言ってこのそうなった場合運賃に転嫁するのかどうか、つまり値上げっていうことに交通局としてなっていくのかどうかね、このあたりちょっと仮定の話ですけどお聞きをしておきたいんですが。宮田営業推進室長。はい、消費税についてのご質問でございます。消費税の税率引き上げにつきましては、昨年の6月に、安倍首相の方で、再延期という形で、公表されまして、2年半ということで、今の予定でもありますと31年10月に、10% というようなことで、というふうに聞き及んでおります。でそういった中で、前回、26年4月1日の時に、私ども交通局も 5% から 8% へ転嫁という形で、させていただいております。で、以降この 10% 問題が常任委員会等でも取り沙汰されました時でもご質問に対してはお答えをさせていただいておりますけれども、基本的には消費税と申しますものは消費行為一般につきまして負担を広く求めるものであるということにこれは変わりはございません。間接税という位置づけであります以上、私どもの市バス地下鉄の運賃にこれを転嫁するというふうな国の方針が出た時点におきまして、それに基づきまして円滑かつ適正に転嫁して公平にお客様に負担をしていただくものというふうに考えております。以上でございます。井上委員、ちょっと時間が限られてるんでね、そうなったらそうなりますと、もう一言答弁していただいたら僕はそれで分かりますから。その場合にね、例えばある運賃額が230円だとした場合はね、このさらに 2% 分値上げしたりすると、端数が出たりね、下一桁ゼロにならなかったりする場合もあると思うんだけど、このあたりはどんなふうに調整っていうことになるんでしょうか。宮田室長。はい、当然これは計算率に基づきまして利率が転嫁率が変わってまいります。でそういった中で当然それぞれの運賃に対しましてかけて、これは消費税というのはあくまでも転嫁することによって、それ以上になってはいけないというふうになっておりますので、その、利率の中で、その上限額に、限りなく近い形で転嫁をしていくというのが原則でございます。井上委員。だから近い形ということは厳密に、0.00 なんかになった場合には切り捨てたり切り上げたりということも含めて、額決めていくって、そういう意味はね、そういう意味はね、前回の時もね、各運賃のランクのそれぞれに厳密に 3%、5% から 8% になった時も上積みしたわけじゃなくてですね、あるランクによってはちょっと数字が変わったりということで、おしなべてということで、全体として、引き上げと、こういうことであっただろうかと思うんです。それでですね、改めまして消費税を消費者が払わなければならないと、これは消費税法のどこにどういう言い方どういう表現で書かれているのかですね、この法的な根拠をちょっと教えていただきたいんですけどいかがでしょうか。宮田室長。はい、法的根拠というふうに先生おっしゃいますけれども、私どもといたしましては基本的に消費税が先ほども説明させていただきました消費行動を伴った間接税であります以上、そこに消費者という言葉が仮にないにいたしましてもその消費という行動が生じた場合その対価という品物に対してのですね、間接税が発生するわけでございますので、私どもその交通事業者としてその額が発生した場合はそれを利用される方から徴収すると、そういう意味合いで理解をしております。以上でございます。井上委員。だからね、消費者が払わなければならないということはね、法文上書いてあるのかどうかっていうことを聞いてるわけです。これはいかがでしょう。宮田室長。条文通り読ませていただいてそのような文言はないというふうには認識しております。井上委員。だからね、一般的にね、
消費者が払うと言われているだけでね、あるいはまあ分かってながら税務署や政府がそう振りまいているだけでね、法律上は事業者の年間売上高の 8% から年間仕入れ高の 8% の額を引くと、まあまあ売上から仕入れの差の 8% でも同じことなんだけども、この額を事業者が納めるというのが本来の正解でありましてですね、この消費者だとか転嫁とか預かり金とかね、法律には出てこないと。まあ、ただしね、転嫁してはいけないとも書いてないから、まあ、実際上そういう運用がまかり通ってるという面はあるということは、僕ももう実際、生活してるわけだからよくわかるんだけども、まあ、結局ね、実際には零細事業者の皆さんなんかは大手のメーカーや元請けからは泣かされるし、かといって消費者からはね、まあ、僕がもう泣いてくれやって言うたらすまへん言って泣いてもらうと。だから結局まあ、元請けさんからももらえないし、消費者からもいただけないしと、まあ、こんなんで零細の事業者の方がね、本当にまあ困っておられると。 それがまあ建前と実際が乖離している消費税の、まあ、欠陥税制の ゆえんだと、まあ、私は思うわけですよ。で、判例でもね、これも確定してるやつですけども、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではないと、まあ、これはもう確定する判決でね、裁判例でもこういう解釈になっていると、まあ、実際ね、一般的な売買の場合でも業者が未然に切っている場合もあれば消費者が負担している場合もあったりして、まあ、先ほどお聞きをした端数の切り捨て切り上げとの処理やですね、まあ、各運賃ランクによって厳密に言うと税率が異なったりするということ、すなわちまあ厳密にはプラス 2% 分の値上げではないということ自体がね、まあ、言ってみればアバウトに上乗せしているだけではね、局の恣意的な転換にしか過ぎないということの証明だと僕は思うんだけども、まあ、このあたり税法の解釈も含めていかがお考えでしょう。宮田室長。はい、これはもう冒頭に申しました通り、まあ、当然この実施に際しましては国からのいわゆる計算式とか、その施行にあたっての注意が通達がございます。それにのっとって先ほど申しました通り上限内でしっかりと課税をしていくと、それについてお客様からまあ徴収をする形になるということで我々は考えております。以上でございます。井上委員。まあ、今回ね、子育てに当てるからね、納得してくれとか言うてはるけどね、3年前、4年前でしたか、3年半前でしたか、社会保障に当てる境にて、あんだけ言うてはったんやね、誰が今更信用できるかと。実際、この3年間で社会保障はほんまに解約と交代の連続でね、保険料上がるし、年金は下がるし、医療費の一部負担金は上がるし、必要で十分な介護は受けられんと、まあ、こんなありさまだろうかと思うんです。で、僕はね、その今おっしゃった国からのいろんな計算式とか通達とかおっしゃってるんだけども、僕はじゃあその国の通達に従うべき義務が地方自治体地方公営企業にあるのかどうかっていうことについてもね、問われなければならないと。本当に管理者にはね、私と同じ確信があったらね、そんな国の言うてきたことに京都市交通局として従いませんでしょ。なんでそういうその立場っていうか態度が対応ができないのかどうかね、このあたりその地方自治という観点から言って国の通達か計算式か知らんけれども言うてきた場合の対応についてどんなふうにまあ考えられるかと、この点いかがでしょう。宮田室長。はい、京都市という地方自治体といたしまして、それは税制いわゆる税金をいただいて運営をというかいわゆる成り立っているものでございます。そういった中で消費税法という法律が国会で通りまして、それに基づいて国が通達を出される、地方自治体としてそれを厳守し執行していくことは当然のことだというふうに考えております。以上でございます。井上委員。だからね、通達かなんか出てきた時にはね、消費税法にはね、消費者とかね、消費者が払わんとあきませんってどこにも書いてませんで、書いてませんでと、なんでまあ国とね反論できないのかと、もう僕改めてなことを思うわけです。まあ根本的にはね、この現行の 8% も含めてね、公営企業交通事業者にはこの消費税は適用除外とすると、まあ市営の交通局だけでやると、まあ、民間のバス会社ではどうするのかってことが出てくるかもしれないけれども、だからやっぱり公共交通公営交通その施設も含めてですね、公共交通には
消費税は適用除外とすると、まあ、こういう角度での対付政府要望なんかも必要なんじゃないかと。例えば医療費の窓口負担、一部負担金は非課税ですし、まあそのために、医療機関にとってはですね、患者さんからは取れないのに医療機器やら仕入れするときにはかかってきたりするっていうので、本当にまあこれ増税になると医療機関のもう存続にも関わるぐらい大変な問題になってくるんだけども、まああるいは住民票やとか戸籍なんかもまあ非課税ということになってますね。だから僕は公営企業交通公共交通事業にはね、消費税非課税とすると適用除外とすると、まあこういうねアクションをぜひ政府に対して、起こしていただきたいと。そうすれば、まあ、さっき言ったような消費税の解釈どうだこうだっていう議論しなくてもね、済むわけですから、僕はぜひね、全国の各地方自治体公営企業あるいは、まあ、私立の公共交通事業をされておられる会社さんなんかにも働きかけてですね、市民の足国民の足守る事業だから非課税にすべきだと、適用除外すべきだと、こういう声をぜひ広げてもらいたいと、こんなふうに最後に思いますが、いかがでしょう。宮田市長。はい、まあ、先生のご指摘についてでございますけれども、まあ、交通事業を非課税にする、まあ、例えばそれであったりとか軽減税率の対象にするとか、そういった考え方もあるかと思います。で、繰り返しになりますが、今の時点において、31年10月に、まあ、改定という方向性、それに基づくではどういった消費行為に対してそれを課するかということも今明らかになっていない状況下で、私どもとして、まあ、これは交通局として、そういった要望をしていく時期にはないと思っております。それと、先ほどから先生は公営交通事業というふうにおっしゃいますが、あくまでも交通事業は民間もございます。そこで公営であるから非課税である、民間は課税であると、まあ、先生は民間も課税はしないというお立場だと思いますが、そういった、まあ、いわゆる区別はないようにというのはまあ大前提でございます。以上でございます。井上委員。いや、だから最後におっしゃった点はね、別に民間の私立のバス会社も一緒にってことを言うてるわけだから、最後におっしゃったことについては私もさっき言った通りだと思うんです。まあね、再来年の秋っておっしゃってるから増税そのものをするなと、まあ、こういう世論がねもっと広がることを、期待もしたいし、また我々としてはね、まあ、皆さんと一緒に、そういう声をまた上げていきたいと、こんなふうに思います。次、敬老乗車証について、質問させていただきますが、市長が見直しと言っておられることはご承知の通りだと思います。で、保健福祉局でも議論になっているし、まあ、現行維持を求める市民運動にも取り組まれておられます。そこで交通局としてですね、まあ、もしも保健福祉局からいろんな形でこの敬老乗車証についてのご相談なんかがあればね、高齢者の外出機会の拡大との趣旨を踏まえて、ぜひ、まあ、知恵出してもらいたいと、一緒に相談してもらいたいと、こんなふうに思うんだけど、一般的にどんなもんでしょうか。宮田市長。はい、敬老乗車証についてでございます。現在私ども保健福祉局様の方でお考えになっていることを、具体的にですね、こういった形でということはまだ基本的にはお伺いしておりませんけれども、その私ども交通局の基本的な考え方というのは、ここ数年来変わっておりません。3点ございまして、当然、この高齢者の方々利用実績に応じた運賃は中央収入をさせていただきたい、この点、それと制度の見直し、まあ、今回見直しをされるということでございますので、見直しにかかる費用は保健福祉局が負担する。で、最後に、まあ、これが、まあ、先生の点から言いますと重要になるかと思いますが、多くの高齢者の方々が、まあ、元気に市バス地下鉄をご利用いただけるようにというような制度改正をお願いするというスタンスで、まあ保健福祉局様から、保健福祉局からお話があった場合は、当然そのスタンスで臨むということでございます。井上委員。長野県ですね、確かね、木曽の御嶽山のふもとの木曽町っていうんですか、木曽町っていうんですか、のところではね、公共交通の土台の上に商工業だとか観光だとか福祉とか医療とか教育とかいろんな施策が、まあ、乗っかってるっていうか、だから公共交通で、町民の皆さんが自由にどこでも行けるっていう、そういうベースがあってこそね、いろんな他の施策も充実もできると、まあ、そういう考え方のもとに、その狭い意味でのね、独立採算の交通事業というだけにとどまらず、あるいは経営という狭い観点だけにとどまらずですね、広く市民の暮らしをトータルに守るんだと、その一部署として市民の足を暮らしの土台として守るんだと、
また高齢者の皆さんに元気に過ごしていただくと、そういう役割をね、そのオール京都市の中で交通局が分担してもらっていると、まあ、こういう、まあ、考え方っていうことについてはいかがでしょうか。宮田市長。はい、これはもう言うまでもなく、敬老乗車証制度というものに私ども交通局として保健福祉局の制度に対して協力をさせていただいております。今先生がおっしゃったスタンスに何ら変わりはございません。井上委員。まあ、生活支援路線という、ね、補助の例もあったわけだし、まあ、考え方として、まあ、一つは、ね、保健福祉局に限らずです、ね、市長部局、特にまあ財政当局が直接、まあ、交通局に支援するという方法もあり得ると思うんですね。それから逆にです、ね、交通局そのものが例えばこの市民の高齢者の皆さんへのこの承認運賃じゃないけど高齢者運賃みたいなものを、まあこれは家庭の話だけどね、仮に設けてですね、交通局がまあちょっと頑張ってもらうと、まあこういう考え方もね、両面からあろうかっていうふうに思ったりするわけです。まあいずれにしましてもですね、高齢者の皆さんの外出機会の拡大というの趣旨をどう今後とも生かしていくかと、あるいは高齢者の皆さんにこれ以上の負担をかけないようにする上でどういう制度構築が求められているのか、交通局として成し得ることがないかどうかですね、まあぜひ必要な知恵も出してもらいたいと、このことは求めておきたいと思います。最後に、乗り継ぎの問題についてお聞きをしたいんですが、昨日ここから家へ帰る途中に自転車がパンクしちゃってね、今朝は家からバス乗ってきたんですけど、昔はね17番で、河原町通りずっと上がって、来れたのが今は、まあ、京都駅で乗り換えんといかんと、まあ、今朝は、まあ、九条車庫で、205番に乗り換えさせてもらってきたんだけどね、まあ、別に僕のことはどうでもええとして、区民の南区民の皆さんが例えば府立病院なんかに行ったりしはるときに、以前は一本で行けてたのに、今はまあ2本乗り換えんといかんと、だからまあ一般論としてある地点 A 地点から B 地点に行くときに一本で行ける場合と、逆にまあ C から D へ行く場合には一本で行けないと、こういうことがまあもちろん起こりうるわけですよね。じゃあなんでこの違いが生まれるかと、この違いを A から B に行く人は230円で済むのがいいね、なんで C から D へ行く人は 倍もかからんとかいのかと、片道だけでも、この矛盾をどう解決するかということを考えたときに、もうそれこそ人間ドローンじゃないけどやね、もうあらゆる地点からあらゆる地点までどこでも行けるように無数の路線を引くと、まあ、いうようなことに考えるか、それともこの乗り継ぎを、ね、まあ、無料にするか、まあ、今日もバスで割引はしてもらってるんだけれども、本来なら一本で行けるべきところを、特に16、17についてはあなたたちが分断したわけだからね、どこか他の市町村自治体でももうすでに先行事例はたくさんあると思う、たくさんか、まあ、あると思うんだけども、一定の時間の範囲内であれば、あるいは一定のゾーン内であれば乗り継ぎはバス無料にすると、まあ、こういう制度にぜひ踏み切ってもらいたいと。前27番と203番でしたか、試行実験もあったと思うんですけどね、これをぜひね広げてもらいたいと思うんだけど、いかがでしょうか。宮田市長。まず乗り継ぎ割引の拡大についてでございます。この点につきましては、午前中の議論にもございまして登場いたしました1日カード乗車券の適正化、それから観光乗車券の値下げということの企画乗車券の見直しを今年度の司会にお示しをさせていただきましたときに、議会の方から、議会の先生方の方から、市民が常に、市民の、利便性の向上も合わせて図るべきであるというご意見をいただきまして、この乗り継ぎ割引制度の拡充をさせていただきますということで市長が発言をし、その、どういったことができるかを考えてまいりました。そういった中でこの夏場に、この、31年3月、あくまでもこれは私どもの今の実施予定という形でございますけれども、現在のバスの乗り継ぎ90円を120円へ、
それからバス地下鉄60円を120円へ拡充するということで、今回実施をさせていただくことをお示しをさせていただいております。私どもといたしましては、当然これは特にといいますか、市バス地下鉄の両事業の当然これは運賃収入に影響するものでございますので、まず31年3月にこれをやらせていただいた中で、またその運賃収入のですね、相対を見ながらですね、まあそういったことも可能性があるのかというのは、まあ当然その選択肢の中の一つにはしていくべきことかとは思っておりますが、まずこういった徐々にいろいろな取り組みをさせていただいているということをご理解いただきたいと思っております。以上でございます。井上委員。運賃収入への影響ということを言われたんだけども、まあ、乗る側の心理としたらですね、460円も払わんとあかんやったらもうちょっと乗るのやめようかと、まあ、僕も自転車でここへ来るようになったのは、まあ、別にそれが動機じゃないけどね、地下鉄の九条駅まで自転車で行って、ほんで自転車止めてから地下鉄で来ようと思ったら九条駅に止めるとこないと、京都駅行ったらもういっぱいやと、で五条まで行ったらまた止めるとこないと、ほんならもう四条まで行ってから地下鉄乗り換えようかと思ってると、もうここまで来たんやったらもう市役所まで行ってしまった方が早いなと、まあ、こんなことで、まあ、その後はずっと自転車でここへ来るようになったんやけどね。結局だから、バスで、1区間で230円で来れるんだったら乗ろうかと。だけどまあなんぼまあ割引があったかて、230円を超えるような運賃であればもうちょっと乗らんと他の方法にしようかとかね、まあ、そういう心理も働くわけだから、僕は必ずしもね、バス無料にしたから乗り継ぎ制度を作ったからといって、この運賃収入にどういう影響が出るのかってことについては、必ずしもね、マイナスになるという一辺倒ではないというふうに思ったりするわけです。そのあたり、まあ、ちょっとどんなふうに考えるかということと、それからもう一つ、この際聞いておきたいのは、90円を拡充していただくということで、技術的には別にそんなに難しいことではないのかどうかですね、まあ、トラフカー使った場合ね、このあたりについてもちょっとこの際教えておいてもらいたいんですけど、2点いかがでしょう。宮田市長。はい、基本的にはこの、私ども先ほどお説明をさせていただきました乗り継ぎ割引の拡充はトラフィカ強カードでさせていただくことをちょっとすいません、失念をいたしておりました。でさせていただきますが、これにつきましては当然システム改修の予算が生じてまいります。で、あくまでもこれはまた次年度以降の予算要求をお願いすることになりますので、今額は申し上げられませんが、基本的には例えばこういった形でカード磁気カードを一つ、まあ、いじることになりましたら、やはり奥一桁ぐらい奥のですね、単位の数字はやはり予算として必要になってくるという状況でございます。以上でございます。井上委員。まあ、だから技術的には不可能じゃないというか、まあ可能だということよね。まあ、まあ予算とか必要な経費はかかるにしても、で前半の問題についてはご答弁なかったんだけどね、僕はなんていうかね、そういう乗る人間のまあ心理といいますか、ぜひね、そういうことも踏まえて検討していただきたいと。かえって利用が伸びるっていう面もあるんじゃないかと思ったりするわけです。それと合わせて以前に16、17の問題があったときに、1日乗車券使ってもらったら、まあ、460円と500円でそんなに違いがありまへんというようなことを言われたりしとったんやけども、じゃあなんで今回1日乗車券の引き上げということになったらね、その時におっしゃってたこの理由は一体何だったんだかと、まあ、こんなふうに思ったりするわけです。そのあたりのいきさつというか経過についてもどんなふうにお考えでしょう。宮田市長。はい、1日乗車券カードのいわゆる今回の価格適正化につきましては、午前中にも若干触れさせていただきましたが、この価格を500円に据え置いて以降のですね、このやはりカード価値の変化、これが一番大きくございます。そういった中でいわゆる私どもとして申し上げてまいりましたのは、カードの一つの1回あたりの単価と、それから現在ございます定期券、これの一番通勤の定期券の単価と比較したときに、企画乗車券の方が安いというような今現状になっております。でこれは私ども交通事業者としての運賃体系としてはいびつな状況にございます。こういった形がはやはりこれは改善すべきということで、今回適正化ということをお願いし、粛々と進めさせていただいているところでございます。以上でございます。井上委員。だからね、その前に
1日乗車券使ってねと言うて、その16、17を切った時におっしゃっておられた関係で今回値上がってしもたらね、もうその論拠が崩れてしもてることになっちゃうんじゃないかということを言ってるわけですわ。そうであったとしたかて、230円のかける2で、460円で済んでるのはね、結局高くなったりしてるわけですから、もともと根本から言えば一番最初に言ったように、ある地点からある地点に一本のバスで行ける場合と行けない場合があるということ自体の矛盾をね、どう解決するかということであれば、それはやっぱり僕の言ってるような方法を取らざるを得ないわけですよ。ぜひね、これは僕、203の総括がどうかということなんかも含めてきちっと振り返った上で、ぜひ、さっき選択肢の一つっていうのをおっしゃったので、そのことに期待をしてですね、ぜひ今後ともその可能性を探っていただきたいと、時間が来ましたので希望して終わっておきたいと思います。よろしくお願いします。部長、僕の顔見てください。最後よろしくお願いします。お願いします。終わります。では進行いたします。木田委員。もう12人目ですんで、いろんなものが重複してくると思いますけども、私なりの質問をさせていただきます。まず魅力あるバス待ち環境の創出、安全運行の推進、そしてまたお客様サービスの拡充等につながる事業を28年度も着実に進められてきたところでございます。ただですね、これからどうするのかということにつなげる決算議会ですんで、増やすものは増やす、減らすものは減らすと、2月の予算に反映していただく事業展開ですね、を切にお願いしなきゃいけないと思っております。まずバス待ち環境の充実で、バスの駅、前年度も着実に10箇所進めていただきました。私の住んでいる学区にも本数も少ないし、今井上先生もおっしゃったように16番のねバスしか止まらへんとこですけども、マンションの敷地内にスペースを設けていただいて、みんなが使いやすい、歩道もねそんなに広くないんです、でもそういう場所も提供していただいて、好評を得ているところでございますし、またこれも井上先生の近くの踊井っていうバス停ですね、東向きの北川西門通りにある狭い歩道なんやけど、ちっちゃいベンチをつけてもうて、でこれも喜んであるということですけども、この場所場所に合わせたバス待ち環境の充実というのをしていかなきませんし、そしてまた民間からの提供や、そしてまた交通局自身の創意工夫というものがこれからも求められていくところであると私は思っています。そこでですね、伏見のことなんですけども、水と酒の町伏見で、そこにある事業所、もう具体的に申します、月桂館の昭和蔵西大手筋のところでございますけれども、そこに、バスの駅ができるということをお伺いしておりまして、で、複雑なね構造物やと思います。ですから建築審査というものがね、建築確認です、ごめんなさい、審査による建築確認がなかなか進まなかって、止まっているように見えてるんですけども、会社自身、提供していただく会社自身は配慮してしたいなというご意思をお持ちです。ただですね、そのバス停の名称等とかにですね、民間の施設等々の名前を付くというものに対するですね、ガイドラインはどのようになっているのか、まずお聞かせください。高見自動車部担当部長。はい、バス停に、民間施設等あるいはランドマークの、名前を具体的に、付ける、私どもの一定のガイドラインでございますが、市民の皆様や観光客の皆様に分かりやすくするというために、ランドマークとなる社寺仏閣のある名称であるとか、あるいは多数の市民の方がご利用いただく公共施設の名称、鉄道駅、学校名、あるいは交差点町名などに基づく名称などを使っているのが一般でございます。先生の最近の例でございますと、京都水族館、鉄道、京都鉄道博物館が民間施設でありながら、
その名前がバス停になっているという例がございます。以上でございます。向大院、まあね、あのネーミングライツやないんですけど、まあ、ネーミングライツで作ったロームシアターっていうね紹介もありますわな、ね、でただあのこれも複雑で、ネーミングライツによる公共建築物施設に対する、寄付があって、名前が冠せられるということやったわけですけども、どっかでねあのお金出してもうたら名前つけられると。例えば広告ね、あの地下鉄でもバスでも何々前とかいうねありますよね。あれ広告料いただいてはりますわな。これはどんどんやったらええと思いますよ、ただ具体的にそのバス停に名前をつけるっていうところのねラインももう一度ね考えてもらいたいと思いますね。かつてですね公共であってあるんですけども、洛陽工業高校前というバス停、ね、洛陽工業高等学校なくなりましたから、ね、道の名前に変わっていますし、でやっぱり利用する人がね、あここで降りたら何があるっていうのが一番大事ですよね、そしてまた住んでる人が自分たちのこの町にねプライドが持てるようなことも大事だと思います。ですから伏見やったら水と酒の町伏見ですから、ね、そういう名前とかもですねこれから考えていけると思うんです。そのあたりについてこれからあのご検討いただけるかどうか、これについてお答えください。高見部長。はい、バス停の名称の件でございます。先生ご紹介の通り、バス停というものは長い歴史の中で培われ、また市民の皆様方に愛された名前で一定現在定着しているものと認識してございます。私どもにつきましてバス名につきましては2つの流れがございまして、1つはオフィシャルなバス停名称、認可監督官庁に届ける名称が1つでございます。もう1つは付加名称、例えばバスの駅の土地等を提供していただいている企業名が、バスのマップには載りませんがその場の施設であるとか、看板につくという事例が2つございます。合わせまして先生ご紹介の通り、バスのアナウンスですと、近バス停近くの民間の企業様にはお金を頂戴いたしましてアナウンスを入れるということをしてございます。この2つの流れの中でどのような形が良いのかというのは検討してまいりたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。いずれにしてもですね、定期的に割って広告料的に、ね、お金をもらうのか、それともポンと寄付してもうてやっていくのかということをもう考えていかなあかんと思いますし、それが強いてはですね、バスの駅をはじめとするバス待ち環境の向上につながっていくと私は必ず思っています。だから提供してもらう、まあ、営業ではないんやけども、まあ、営業につながってますね。提供してもらう、まあ、事業展開、その拡大を強くお願いしておきます。はい、次にですね同じようにバス停の問題ですけども、外国人観光客にとって人気ナンバーワンの場所になりました伏見稲荷大社、ね、あそこのバス停がですね大変、観光客増えて嬉しいんやけども大混雑をしている。そういう中で、本町通りですよね、本町通り特に、まあ、狭い道ですよね、でその狭い道ですけども、それであるがゆえに歩道も、ね、狭いで、バス待ってある人がやはり溢れてくる、で地元の人も、ね、観光客の人もともにやはり危険を感じるぐらい人が溢れる時があります。まあ、これについてですね、まあ、住民の歩行空間の確保と、ね、乗客の安全対策、これについて今どのようなご見識をお持ちですか。高見部長。はい、伏見稲荷大社前バス停の状況でございます。先生ご指摘の通り、特に北行き、歩道が 1.7 メートルしかないところにたくさんのお客様お待ちいただいているところでございます。私ども現在バスの輸送力を増強しまして1時間4本という形にいたしまして、なおかつ、昨年からは秋春の繁忙期にはシルバー、整理用にをつけましてお客様の正常化に努めているところでございます。11月からは2名に増やす予定でございますが、
完全な、正常化、つまり歩行のお客皆様の安全確保完全にできるところまでは行ってないところでございます。以上でございます。無垢大員、まあ、今お答えいただいたように11月から2名に増員されるということでございますけど、的確にね、時間帯、曜日、でから天気ですね、これによって人の数変わってくるし、で、もう地域のほんまにお住まいの方がね、バスまたある人いっぱいで歩道歩かなあかんとこまで出てますわな。だそれで事故が起きたらもう目も当てられないですよ、ね、ですから、あ、市民の安心安全とまた環境を含めた安心安全に、努めてもらう、これをもうちょっとね前に踏み込んでやってもらうようにお願いしておきます。はい、で次にですね、今セリーンの配置が11月から言うならば増やしていただけるということでございますけど、これは曜日とか時間帯、今どのようにお考えですか。高見部長、基本的には土休日の10時から15時という形で、配置をしているところでございます。11月もそのようにさせていただきたいと考えてございます。無垢大員、いやね、住んではる人からね、平日でも混んでる時があるっていうおっしゃってますよね。だからもう少しねリサーチしてもらわなあかんと思いますわね。でリサーチして、やっぱりこの曜日この時間帯はやはり必要やな思ったらね、やっぱりやってもらわなあかんと思いますよ。で、ね、何かにつけてかつて大赤字やったバス事業も地下鉄事業もね、良くなってきた、これはもう喜ばしいことですよ。じゃあ良くなってんやったら市民とか利用者に還元しなあきませんやん。特に安全っていうのはもう最優先されるんちゃいます、公営交通に限らず交通事業者としてはね。だから乗らはる人だけと違って、その住んではる人もね安心安全にしなあかんのちゃいますか。ですからまずね、リサーチやってはる思うんやけども、やった結果で平日よりも土日祝日が多いからっていうのが今の理由やと思いますけども、平日でも混んでる時があるというご認識をお持ちでしょうか。高見部長。はい、私どもも地域からの要望を受けまして、平日も現地に行かせたいところもございます。やはり毎日というわけには参りませんが、お客様がお待ちの時間帯というのは先生ご指摘の通り確かにございます。以上でございます。無垢大員、まあ、ですからね、いろんな対応、まあ、人の配置という対応もあれば、先ほどバスの駅の話しました。東山通りではね、バスの駅っていうのはバス停にもないけどバスの駅、サークル系ありますよね、あれバスの駅になってますやんか。まあ、逃げる場所やね結局は。でもう一つは直接バス停に隣接する場所があれば、ね、京都市の土地使うてやりましたわな。ですから、その公の場所だけでなく民間にね、やっぱり協力求めていかなあかんのちゃいますか。ここらでも例えば空いてる土地があるとか、空いてる家があるとか、僕らね東山通りの見てたらね、バス停の近くに空き家があるんですわ。ええ、でただ公がすることですから、耐震化の問題云々がね、そのバス待ってるとこで地震が起きて崩れてえらいことになったということになっても困るんでね、ただ積極的にね、もう東山通りとかこの今言うてる伏見大社のね道いうのは拡幅なんかできへんすやん、簡単には。こんなん何十年もかかる事業になる、緊急的に今できることを徹底的にやっていく。だから空き家があればそこを借り上げてでもねやるっていう姿勢っていうのも必要は思いますけど、現在においてどのようにお考えですか。高見部長。はい、バス停の、ま、安全なスペースの確保でございます。私ども今のところは原則といたしましては、バスは、バスの駅と申しますと土地スペース等を、無償でお貸しいただく、あるいはバス停の設置についても無償という形の原則はスタンスは持っているところでございます。先ほど先生のご指摘の伏見稲荷につきましても、広い場所への移設をかなり地元を当たらせていただいたところでございますが、なかなかご理解が得られないということでございます。 ちなみに先生、先ほどの答弁で間違いがございまして、シルバーは現在10時から17時の設置でございます。お詫びして訂正させていただきます。無垢大員、はい、まあ、そういうことでね、交通局だけと違ってオール京都市市役所やね、
建設局等々もとも協力して、また地元のことを一番熟知している区役所ともしっかりと連携してやっていってください。高見部長。はい、先生ご指摘の通り、バス待ちのお客様のみならず、地域の皆様方の安全な生活の環境の確保、これは本当に重視してございます。関係局、地元等と協力いたしまして、交通事故として何ができるのか、汗をかいてまいりたいと考えてございます。無垢大員。次に更新車両43両されたということでございますけれども、逆にね、43両の更新とともに39両の抹消っていうのがありました。で、その抹消されていたバスの中にはちょっと確認ですけど、だいたい18年バス使っていこうという方針で、頑張ってきはったわけで、でその中でも808両になったと合計。ただ今回ね、長を使ったバスだと22年平成7年登録のバスが退役してますね。22年使はったもう大変えらいもんやなと思ってますし、でただ1台だけね、21年式8年しか使ってへんバス、これ多分伏見の事故であかんようなバスですか。これちょっと確認だけしておきたい。高見部長。はい、まず先に、21年式でなぜ廃車なんだという件でございますが、これは安全訓練車を私ども導入をさせていただこうと考えてございます。これにこの車両を当てるために一旦抹消して、いわゆる白ナンバーにする。で、購入したラッシュ型は混雑緩和ということで路線に投入したいと考えてございます。なお7年式でございますが、18年が更新の基準ではございますが、一気に買い替えが来ないように平準化するために、車齢がやや高いものもしっかりと安全点検をして、使わせていただいているということでございます。よろしくご了解願います。無垢大員。もう一つは15年式比較的ね、新しい14年ぐらいで、抹消されとるのがですね、三菱ばっかりなんですよ。で今度新規購入ほとんどがいすゞですけど、三菱も5両購入してあります。これ僕三菱上がんのちゃうかなと思ってんねんけどね。このあたりやはりやっぱ入札いうのがあるわけでしたね、当然。で安い、なるべく安い方が、でも今京都市のいろんな案件でね、安かろう悪かろうで 目すってるっていうか、もうえらいように追ってるのいっぱいありますやんか。でもう一つはね、運転されている方々がやっぱり運転しやすい車両、負担がかからない、これもうほんまに福利厚生労務管理の充実につながってくると思いますし、初めの頃ね、私交通水道消防委員会の時に言うてて、何言うとんやと思われたけども、結局は LED のヘッドライトね、本当によくしていただいて、運転されている方がね、うちの保育園の保護者でも委託ですけども、ほんまに運転しやすくなったと、見やすくなったという声も聞いてます。ですからこのバスね、これ運転、ノンステップは当然やし、でラッシュ型に変えていかはるか分かってますけども、運転しやすさという面で、そしてまた長いこと使えるかどうかという面で、どれぐらいそれをその要素を加味してね、交代はんのかということについてちょっとお伺いします。高見部長。はい、先生ご質問のまず三菱15年式が3両廃止になっているという件でございますが、これは天然ガス車でございまして、ボンベ、タンクが15年しか持たないということもございまして、廃車という形になってございます。それと入札の件でございますが、日産さんが、現在、撤退をされまして、いすゞ、日野、三菱の3社が現在バス作ってございます。でこの3社に、入札をかけまして、落とされたのがいすゞ三菱さんということで、企画につきましては、国交省が定める仕様のノンステップバスを使ってございますので、車両全体の安全性については問題ないかと思います。それ最後に運転手の使いやすさ、これは基本的には各営業所からいろんなご意見をいただきまして、例えば先ほど先生ご指摘のヘッドライトの LED 化、最近で申しますと付加設備として前方を見るミラーの設置であるとか、路肩灯
まあ、自転車のすり抜けなんかを確認するための LED 設置という、そのような形で、させていただいているところでございます。以上でございます。ムク大員、まあ、いずれにしてもですね、あのオートマチックのバスも結構走ってきて、まあ、でもマニュアルの方がええわという人もやはりますけどね、観光バスとかの運転手さん聞くと半々らしいです。今のとこマニュアルの方がやりやすいと、逆にオートマでええというのがあるし、やはりねオートマはまだ大型車であるがゆえに、まあ、乗用車の場合ねほんまに優秀で急速オートマまで出てますけども、まだまだシフトショックもあるしね、それやったらマニュアルで上手な運転手さんやったらスムーズに走ってはる場合もありますね。ただいかんせんやはり更新っていうものが近づいているバス、特に私がね乗る18番のバス、えげつないバスばっかりですわ。大体がね7条宮越えたらガタ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 ってなんねん、道が悪いのもあんねん。大宮通りのこれも交通局の功罪なんやけどね、自然廃止になった時に下掘らんと埋め張ってん大宮通りは。でかまぼこ状になってますよ、あの道は真ん中盛り上がって。で特にほんまにね五条宮に差し掛かる頃からひどくなって、五条宮のバス停からはもうガタンゴトンです、四条宮行くまで、だからこれはもう建設局のまたでもあるけど、やっぱり車両がねあの営業ケースが低い、まあ恵まれないバスしか私は与えられてへんのかなと思ってますけども、やはりそういうね更新されるんやったら物資の問題、マウントの問題、振動の問題ね、具体的にやっぱり乗ってるものしかわからんと思います。だからそういうことも考えながら、延命措置を図って適宜更新していかないかないと思います。いずれにしてもこれから、530両更新していかなあかんし、ね、でまた大体がやっぱり、ね、金額にして10億ずつぐらいかかるわけですよ。こういうこともねあの黒字になったいうてね宣伝してもらわなあかん、伝える力が必要やから。でも更新に530両これからしていかなあかんやと、ねまあ、今年度で言うたら平成40年度までに530両いうことですから、毎年毎年こんだけいるんやと、ね、そういう難にがあるっていうことを分かる、いる経費があるっていうことをもう市民に伝えていかなあかんと思いますね、で自分らが乗るバスがようなっていくと、そういういや、まあ、利益を受ける者が理解をするいうことにつなげていってもらいたい。この辺もしっかりとお伝えいただきたいと思いますけども、伝えてもらえますか。山本次長。はい、あの今先生のご指摘の通りかと思います。私どももあの現状として、バス事業黒字ということになってございますが、将来を見据えたときにやはりこの10年間を見ましたところ、やはり厳しい状況が待っていると、そういうふうな認識でおります。この29、30年と2か年をかけて次の10年計画、まあ、ビジョンを作ってまいります。その中でやはり私どもの今後の将来の推計、これを市民の皆様方や市会の皆様方にもしっかりと伝えていくということが何より必要かと思っておりますので、その点よろしくお願いいたします。ムク大員、まあ、あの加えてですね、ルールも変わってきましたね。道路運送車両法も今あの電光掲示式の歩行幕、あれはあの前はオレンジでないといけない、緑系とは使ってはいけない。これなぜかというと大型車両の速度計、昔は3つ緑のランプがついててスピードごとに増えていくいうのがあって、それもなくなりました。これはまあいろいろ国の考え方で、で後ろは緑でもええということで、ただあの今つこたあるオレンジ色の歩行幕って非常に見にくい。で今般ですね、京都バスはLED 式の方向幕やらはりましたしね。でただやっぱり今使うてる幕よりもコストがかかるっていうこともあるけども、やはり見やすいっていうことが大事だと思うし、特に、後ろ乗り前降りのバスが今主流ですから、その後ろ乗りのとこにはしっかりインフォメーション出てますよね。ああいうようなとこはどんどんね、まあ、LED に限らず液晶でもいいと思うんですわ。液晶でもそれやったらいろんな情報を出せますよね。で液晶というのは今あの防水の必要ないですから、中からつけますんで、ね、そういうことも検討していって、それやったら多言語表示もできるし、ね、乗り換えの場所等々も今ずっと議論があったけども、
ね、小林先生おっしゃった通り、あの祇園の石段下前で乗り換えるよりも四条橋で乗り換えた方がいいとかね、そういうのはもう分かってもらいやすくなると思いますよ、だから次のバス停で降りた方がいいっていうね、運転さんもやっぱり勉強してもらわなあかんけどもね、両者も分かりやすいっていうことにつながりますし、この今度はんでラッシュ型のバスは真ん中にもねつけてもうてますわな。だからそういうことも含めてのできることは全部あるぐらいのね、京都市交通局であってほしいと思ってますんで、よろしくお願いしておきますこれは。はい、で次に、まあ、地下鉄も含めた言うならば運賃以外の収入ね、今年かようやってもうてますわほんまに、ただこれからもね的確にニーズを把握してね、入ってあの入れ店舗が入ってもうたけどもお客さんが入らへん、物が売れへんやったら困りますからね、普段のですねリサーチとそれから営業力というものが問われてると思うんですけども、今後琴地下北王子も進められますけどもね、私自身はあっちにも作れこっちにも作れって言わんのです。はい、ただあるところでスペースがあってね使えるとか、例えば今回もあのキャリーケースの問題で、バスにキャリーケースとかスーツケース持って入ったら大変やと、でコンシェルジェが荷物預けるとことか案内するっていうことなんやけどね、積極的な事業展開でスペースがあったらね、京都駅のね対人の物預けるとこいっぱいです、いつも土日祭日は預けられません、はっきり言ってね、そういう現状もあんやから、いろんなところと協力体制というのを作っていかなあかんと思うんです。スペースをね提供してあげてもいいやん、で逆にテナント的にお金持ってもいいと思いますよ、ね、でここに預けてもってバス乗ってください、地下鉄乗ってくださいというようなこともやっていかなあかんと思う。そのあたりについて今までそんなこと考えはったことありますか。宮田市長。はい、あの今後の琴中駅地下琴地下のですね展開についてのご質問でございます。実を申しますと、今まさしく先生がおっしゃいましたことを実は今私ども考えているところでございまして、琴地下北王子が展開をいたしました後、残る駅で実際やはり今までの市場であったり京都駅であったりというぐらいのスペースはもう本当に望めません。で現在実は今年度全駅の少しでもいいスペースをですね探し出してきまして、何ができないかということで検討しておる途中でございます。でそういった中で、まあ、担当とも話している中で、やはりその店舗、それがミニコンビニであったりとかそういう面積も望めない可能性がある、そういった中で、例えばコインロッカーであったりとかで、先ほど今先生おっしゃいました通り何かの手荷物の受け物であったりとかで、現在あの宅配ボックスとかいうような業態も出てきております。でそういったものでございましたら、我々としましてはそれなりの賃借料をいただけてスペースが有効利用できるというふうに考えております。あの先生もご指摘の通りでございまして、今後そういった視点を持ってあの検討してまいりたいというふうに考えております。向田委員。もう一つ、あの地下鉄の魅力向上と PR の促進でね、キャラクターを使ったグッズもオリジナルグッズの発売、まあ、金額的にねむちゃくちゃ大きいもんやないけど黒字がしっかり出てる、事務事業評価でも OK 出てますし、キャラクターも今6人ですかね増えて、女子が4人で男子2人やね、違いましたかいな、ね、そういうふうに、拡充されてますけど、あのこのグッズの中でね、あの磁気カードはプリントして売ってはりましたわ、はい、でも僕はずっと言ってます、 IC カードの促進やから来年は明治維新150年、今年は大政奉還150年やけども、そんなんで1年間限定しか売りませんよと、東京駅のやつかでえらいことになるぐらい人気ありましたわな。でもう一つはこのキャラクター、若年層はじめとする方々は魅力ある境にクリアファイルでも買ってもらえたしね、磁気カードも買ってもらえたと思ってます。せっかくあんのにね、もう利用せんことはないと思いますわ。だからまず収支採算ラインというのを絶対設定しはりますから、その中で、促進していくということと、限定というのはやはりね日本人弱いです、この時しかこの場所でしか買えないいうふうなことをね進めていかれた方がいい。これはもうあのお答えなかなかできないと思うんで、でも姿勢としてね、攻めの姿勢で
こういうキャラクターも生かしていくということについてはお考えをお聞かせいただけると思うんで、どのようにお考えでしょうか。宮田室長。はい、ただいまのご指摘につきましても本当に先生おっしゃる通りでございまして、特に限定販売の品オリジナルグッズというのは実は私どもも何点か作りまして完売をしております。でそういった経験則もございます。で、これはもう先生以前からおっしゃっておられます IC カードのですね、この特に今回先生からあえて限定版でいいじゃないかというようなお話もいただきました。検討の素材としてまいりたいと思っております。以上でございます。まあ、いずれにしても今度は増客人数も高い目標に情報修正されて、もっともっと攻めていかなあかんとこやと思いますし、ご苦労もあると思いますけども、今までね苦労の積み重ねもあったと思いますね。そういう中で採算の取れない路線も守っていくのが公営交通の使命やし、そのために儲けるとこで儲けるいうこと、そういうこともやっていただいてるんやけど、もっともっとやっていかなあかんと思いますよ。そのためには午前中の議論からあったようなこともね、一つ一つ積み重ねてもうたら、ね、皆さんも考えてあると思いますよ。でも指摘をすることによってまた新たにですね、再確認ができるということもありますんで、よろしくお願い申し上げております。進行いたします。森川委員。私の方からは西京区でございますので、落西地域の、まあ、交通課題についてお伺いしたいと思うんですが、まあ毎年決算に私参加させていただいて、もう見るうちにですね、まあ、経営状況は良くなっているというところは毎年確認させていただいております。バスにおいては一般会計に頼らずとも自立した経営状況になってきていると、地下鉄についてもですね、まあ、先ほど来話がありましたが、5万人の増客目標を、前出しされているということがございます。まあ、一方で地下鉄についてはまだまだ厳しいということをおっしゃるんですが、まあ、そうしたいい状況がある中で一向に聞こえてこないのは西京区のやはり、まあ、町づくりというのは何も、まあ、交通だけではないんですが、しかし、まあ、近年、今年に入って、落西地域においてアクションプログラムを、まあ、まとめられて、でその10年前もですね、まちづくり、今後どうしていこうかというような取りまとめ、平成19年にまちづくりビジョンとして示されたということで、もう本当にこれ、まあ、京都市だけではなくて、地域の住民がその、計画に加わって、課題を掘り下げていってですね、今後将来どうしようという中で、10年前もそうした地域住民が計画としてまとめられ、かつ今年に入ってもですねアクションプログラムをまとめられたと。ただその中にですねやはり交通課題というのは私は必要不可欠ということであると思ってまして、で私はこう昨今いい経営状況がある中で、一方で落西地域についてはですね、落西地域の交通課題についてはですね、どのような認識答えれることができるような、たちまち答えることができるような、まだまだ、いわゆる経営状況ではないのか、財政事情ではないのか、そのご認識をですねまずお伺いしたいと思います。高見自動車部担当部長。はい、落西地域、西京区の、交通事情でございます。先生ご指摘の通り、今年の3月都市計画におきまして、局におきまして落西ニュータウンアクションプラグ作成されてございます。この中では来てみて、住み続けたくなる町合言葉に、交流人口の呼び込みというキーワードございます。具体的に公共交通システムに対する言及はございませんが、この交流人口を呼び込むという点では公共交通の役割を果たす部分は大きいかと私どもは認識してございます。先生ご指摘の、落西のバス網についての現在でございますが、14の市バス系統を運行させていただいてございます。この中で3つが、まあ、いわゆる営業係数100を切る黒字路線でございますが、一方でその残りは厳しい、運営を強いられているというのが、現状でございます。以上でございます。森川委員。
私はこのアクションプログラムの検討委員会の中にですね、私交通局の方が入っておられるのかなというふうに思ってたんですが、都市計画局が入っておられる、あるいは住宅供給公社が入っておられるようなんですね。で、まあ、私は伝え聞きで皆様のところに落栽の皆様からこういうお声があるということであるとか、落栽の課題について、交通局としてもしっかり把握されているということであればいいんですが、残念なのはやはり私はまずこの検討委員会に交通局としてもしっかり関わっていただいて、すぐに示せるものはなくてもですね、こういうことであればこういう条件が整えばこういうことができますよというような、主体性を持ってですね、ぜひ入っていただきたいなというふうに思うわけであります。今おっしゃったようにバス路線維持あるいは拡充というところでは頑張っていただいていると思うんですが、交流人口を増やすという問いに対して交通局もこういうことをやっていきますよということはあると思うんですが、もう本当に落栽地域の皆さん10年前からだけではないと思うんですね。20年30年も前からやはり地下鉄っていうこともありましたし、やはり私は落栽地域の根本的な課題というのは交通問題だというふうに思いますから、私はやはり少なくとも落栽地域の皆様とその課題を共有していただくというところを強くお願いしたいというふうに思います。で、私確認したいんですが、この西京区落栽地域はですね、この都市部においては確かに経営状況が良い状況であるとか利用者数が増えているという状況がありますが、西京区には一向にその抜本的な交通課題を解決するような方針はないと。で、そうした時にですね、これも今年に入って芸大移転の方針が示されて、これはまだどれだけ経費がかかるかということについてはですね、新聞報道を見る限りなんですが、およそ400億ほどのものがかかるだろうというふうな報道もありました。で、私はこれは例えば地下鉄を通す場合であったらもうその400億どころか1000億かかるというような話もありますし、でも地下鉄でなければ、じゃあ新しい交通システムだったらいくらですというような試算を持って、それは予算編成されているのは皆様のところでではないですから、行財政局というところになるのかわからないんですが、私西京区にとって非常に穴が開くと、財源の私話しましたが、厳しい財政で西京区の落栽地域の方には答えることができないと言っておきながら、落栽移転は方針が示されて400億円ほどのもの、400億になるかどうかいずれにしても数百億円のものは京都市内中心部に投じられると。であればですね、皆様のところとして私は頑張っていただきたいのは、いや落栽には地下鉄と言えなくてもその新しい公共システムを検討した場合これだけかかると、これだけの予算を割くことはできないかというような私やり取りがあってしかるべきだと思うんですが、そうしたいわゆる行財政局に対して、あるいは地元の落栽地域の皆さんに対してですね、これだけのものが新しい交通システムだったらこれだけのものがかかりますよと、で一方で行財政局に対して市長に対してこれだけのものがかかるけど検討に値しないとかと、そういったやり取りというのはないんでしょうか、いかがでしょうか。高見部長。はい、落栽地域の交通システムについて関係部局とどのようなやり取りをしているのかというご質問かと思います。私どもご承知の通り、京都市都市計画局において交通政策を担う部門ございます。こちらの方が先ほど先生のご指摘のニュータウンアクションプログラムの中に参画しておりまして、いわゆるグランドデザインのプランについての交通のグランドデザインを考えていく部門、そこが参加させていただいていると。私ども交通事業者につきましては個々の環境、具体のテーマが出た場合につきましては交通事業者としてのプロの立場としての参画、できるだけ限りのことをしていきたいと考えてございます。新交通システムについてでございますが、都市計画局の交通政策部門で昨年度と公共交通検討会議ということで、各学識各分野の方からさまざまな観点から交通新システムについての検討もなされているところでございます。私ども交通事業者でございます。もし京都市の交通施策として例えばそちらの方に舵を切るのであるならば、私どもの知識ノウハウを生かして積極的に市の施策には参画していこうと
考えているとは私どものスタンスでございます。以上でございます。森川委員。で、今のお言葉をお借りすると、舵を切るのであればということをおっしゃいましたけれども、舵を切るのはやはり皆様のところではなくて、やはり行財政局なのか、もう市長の方針ということになるのかなというふうに思うんですが、やはり今おっしゃった、せっかく研究をしておられるというふうに私は察しているんですが、やはり研究に研究を重ねていただいて、私は何も地下鉄ということでは私は無理があると思いますから、しっかりと新しい在り方というかルートも含めて検討していただいて、どのタイミングが適切かは私には知りようもないですが、しっかり市民の皆様に開示お示しできるものであればですね、お示しをしていただきたいと思います。というのはもうアクションプログラム、私繰り返し言いますけど、10年も前、あるいは今年度、まとめられたアクションプログラムの中身を見てまして、非常に私地域の皆様に非常に労力ご負担を強いているなというふうに思うんですね。で、私はその労力に対してやっぱりしっかりと京都市の今すぐでなくても方針を示していくっていうことも一方で大事かなと思ってまして、でそうした時に芸大移転400億ということがありますから、私、財源の配分はもう市長の、ね、先見思いの中におそらく終わりだと思うんですが、ちょっと私例えば一般会計から地下鉄事業が今現時点においても支えられているという部分で言いますと、京都市の世帯は30万世帯でいうことでありますから、30億ほど未だ一般会計から補助金を出されているということですから、1世帯あたり1万円、京都市落西地域の方も地下鉄がない地域においても1人あたりというか1世帯あたり1万円毎年ご負担いただいているという言い方も私はできると思いますから、そうした地下鉄の及ばないところもみんなが支えて地下鉄を今事業として支えられているということもありますから、しっかりとじゃあその地下鉄がない地域に対してはこれほど地域の皆様にもうずっと10年20年とご負担していただいているわけですから、ご負担だけではなくて将来に向かって意欲的に活動をされているというところがありますから、皆様として今研究されているということですが、しっかり市長に言っていただいてですね、こういう手立てがあるんじゃないですかということは姿勢として皆様の姿勢として頑張っていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。高見部長。はい、先生ご指摘の点でございますが、先ほど私が申し上げました公共交通の検討会議、これは都市計画局の交通政策部門が、所管しているものでございます。その一つのテーマとして新システム等が入っているところでございます。新システムの導入につきましては、これは都市構造そのものに関わる、あるいは経済活動そのものにも関わる大きな施策であると私ども認識してございます。この点につきましてはオール京都市として取り組むべきものと考えてございます。先ほども申し上げましたが、私どもは交通事業者としてできる立場でこの施策の実現に向けて取り組む所存でございます。よろしくお願いいたします。森川委員。時間が限られてますので次の質問に聞きますが、私は代表質問で有事の際の対応ということで市長に代表質問させていただいたんですが、東京のメトロはですね、4月北朝鮮がミサイルを発射したというこれ報道を受けて、地下鉄を止められたということなんですが、東京メトロでは今後は J アラートに一本化されるということなんですが、京都市は、この J アラートが通報されて、でもうたちまち止められるのか、バクッとした荒い言い方ですけども、有事の際ミサイルが発射された際に取るその皆様 のこう行動というか、それはどのようになっているんでしょうか。またそれに不備はないかどうかですね。土田高速鉄道部長。はい、J アラートにつきましては私どもの運転指令の方で受信ができます。で、発せられた場合にはすぐに、指令一斉ということで全部の電車に、停止を命じる。で、電車の方としましては駅に止まっている電車は止まったまんまで、走行している電車につきましては次の駅まで走行してその駅で止まるということで、取り決めをしております。また訓練等につきましても、類似のもので、緊急地震速報のシステムを取り入れておりますが、ちょうどこの9月1日にその緊急地震速報システムで各電車に伝える訓練をやっているところでございます。森川委員。実際の実地訓練のようなものをされた
ていうのがちょっと私イメージが湧かないんですけども、あの京都市民も交えてですね、実際乗っておられる方がいるのにっていうところまでおそらくされてないということだと思うんですが、その必要性も含めてお伺いしたいんですが、あの韓国では聞くところによると、もう今までそういったその、いわゆる空襲警報のようなものが流れても地下鉄を止めたことがないというようなことを私ちょっとあのニュースで拝見したんですが、あのなぜ止めないといけないのか、そのあたりはどうなんでしょうか。土田部長。はい、走行中の電車っていうのはやっぱり脱線の危険というのがどうしても出ます。で、J アラートで、ただもう一つはトンネル内に止まるというのはもっと怖いわけです。ですからとにかく駅まで走らせて、その駅で一旦止めると、で、安全が確認されてから再開すると、そういう方針で臨んでいるところであります。森川委員。わかりました。あとですね、私代表質問の時に触れさせていただいていただいたんですが、そもそもその地下鉄の駅構内というのは、有事の際、ミサイルに限らずなんですが、その地震もそうなんですが、水災はどうかなっていうのもあるんですが、避難先としてですね、指定されているものなのか、いかがなんでしょうか。土田部長。はい、地下鉄の駅でございますけれども、今回の J アラートのような形で何かが降ってくるという時には、建物の中とか地下とかに入れということで、今回、お客様を、受け入れるということでありますけれども、通常は、狭い地下の空間で、なおかつ出口も限られておりますので、中で例えば火災が起きた時なんかに大災害になりかねないですから、通常は何かあった時には地下鉄の駅から避難をしていただくと、そういう形で、私どもも、考えているところであります。森川委員。ただまさかミサイルが発射されているのにですね、されたのにですね、地下にいる方を外に出すということはもちろんないと思うんですね。で、これはおそらく今後の課題かなというふうに思ってるんですが、これもニュースなんですが、国の方ですらですね、いわゆるその有事が起きた際にどこに避難すればいいのか、建物の中ということではあると思うんですが、その自治体として都道府県として例えば東京都内で有事の際の避難先として指定されているのは3000箇所であると。ただ全国広く見ていくとですね、有事の際にどこに避難すればいいのかっていうところは国ですら把握されていないというような、私ニュースを見ましてですね、で皆様のところでもその把握というか、特に私今回はミサイルということを中心に申し上げているんですが、ミサイルが飛んできた際にへの避難先としては、その地下鉄駅構内というのは考えられるのか考えられないのか、今後の検討課題なのか、そのあたりはいかがでしょうか。土田部長。はい、一般的に避難場所っていうのは広域避難場所が指定されておりまして、各地にあります。ただそれは普通地上です。で、今回のこのミサイル発射に限っては、建物の中とか、地下に避難してくださいという国の働きかけがありますので、地下鉄の駅としては今もし J アラートが鳴った時に一般のお客様が避難してくることはもう受け入れる状態であります。ただ、先ほども申し上げましたように、今の状況でそれを地下鉄の駅を避難場所に指定するとか、そういうことが、狭いところに一気に集中したときにどうなるかとか、そういう課題がいろいろございますので、現状ではそういうのはなかなか難しいのではないかというのが私どもの見解でございます。森川委員。いつ飛んでくるかわからない状況もあると思いますので、しっかり研究していただくようにお願いします。進行いたします。森委員。はい、私からはですね、もう先ほどの質問でも出ている話ですけれども、やはりキャリーバッグのこの問題について触れさせていただきたいなというふうに思います。生活の足であり、観光を楽しむための交通機関になっているバスでですね、乗客数は着実に伸びていっているものの、この問題を解決するためにバスを大きくするわけにはいかないと思うんです。で、この生活の足という部分と観光サービスというところを両立するのはもう至難の業になってきているというところでありますし、特にこのキャリーバッグの問題という部分は観光に来てくださっている皆さんにとっても、住んでいる皆さんにとってももう何とかしてほしいなと思っている問題の一つだと思うんですね。で、残念ながら、いろんな委員会でもこの議論されてますし、局の方でも取り組みはされてきてるとは思うんですけれども、残念ながら抜本的に何か解決できてるかって言われたらそうではないと思います。
で、あのコンシェルジュの方が、まあ、京都駅で、まあ、ロッカーありますよであったり、まあ、手荷物の配送サービス、まあ、民間の方がやってくださっているのを利用してくださいねっていう声かけは、まあ、していただいているようですけれども、まあ、そういった方々にされますと、まあ、声をかけても聞き入れていただけないであったり、あのどっちみちロッカーいっぱいやんかと言われるようなこともあるというふうにお伺いをしています。まあ、そこでですね、あの局として、まあ、手ぶら観光というものはもう推進するお立場だと思うんですけれども、もうマイス推進室であったりその民間事業者さんにもうその手荷物配送サービスという部分をも頼るのではなくて、もうバスターミナルでも構いませんので、もう看板の設置であったり、もうこういったものをサービスはあちらですというようなことも局としてもやるべきだと思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。高間自動車部担当部長。はい、大型のキャリーバッグを始める 大型荷物の、取り扱いでございます。まあ、これは私ども交通局だけでは対応しきれない部分もございまして、手ぶら観光の推進あるいは観光地の分散化についてそれぞれ会議を体が産業環境局におきまして立ち上げられまして、私ども参画をしているところでございます。先生今ご紹介の通りコンシェルジュにつきましては京都駅ターミナルにおいてコインロッカーあるいは3カ所ございます、宅配のところにご案内をしているところでございますが、確かに、全ての皆様方に、ご利用いただく形になってございません。ただ、いわゆるこちらに、預け証がありますとかいうサインの設置でございますね。これにつきましては確かに、先生のご指摘回るところでございますが、バスターミナルにおきますとそこの土地の権利者、まあまあ管轄をしている部署との許可がいる、あるいはそのお客様がその動線にお客様の動線を妨げないか等々課題はございますが、ご指摘として検討させていただいたと考えてございます。よろしくお願いいたします。森、もうここまで来ますと確かに今民間事業者さんの方で、まあ、JTB さんらを中心に、まあ、関空の水際でもキャリーバッグを送ってしまうというようなサービスも出てきているようで、まあ、今後多分改善はされていくと思うんですけれども、もうこれも今もう何とかせなあかん問題ですので、そこまで金額がかからないだったりもその簡単にできるようなことであればもうすぐにでもやっていただきたいですし、まあ、ある意味これ覚悟の問題だと思いますので、一歩踏み込んだやっぱり議論であったりその対応というものはやっぱり必要だなということはちょっと指摘をさせていただきたいというふうに思います。続きまして、コンシェルジュの話のちょっと続きをさせていただきたいんですけれども、ちょっと先ほど小林委員からですね、交通事情により遅れてるってアナウンスがないやんというようなご指摘ありましたけれども、私がよく乗る、まあ、千本通り経由の206であったり59、46につきましては最近ようやく、まあ、15分ほど遅れておりますご承知おき願いますというようなアナウンスをしてくださる運転手の方増えましたし、まあ、それを英訳するような運転手の方も増えてきました。私は家庭の事情で22の時まで車ありませんでして、もうずっとバス乗っておりましたので、えらい進歩だなっていうのは私も感じるところなんですけれども、やはりですねその運転手の方もそうですし案内人の方もそうですけれども、まあ、新人の方からベテランの方までおられますので、そういった方が一律全員同じスキルが持てるかって言われたらそれはなかなか時間がかかる問題だと思います。まあ、けれどもですねそういった方々の人の強みというものを本当に生かしきれてるのかっていうのを日々思います。まあ、まあ、なぜそういうことを申し上げるかと言いますと、コンシェルジュの方が例えば英語以外に中国語が少し話せるであったりスペイン語が話せるっていうようなその語学的なところで、まあ、強みがある方、まあ、もしくはもう市バス地下鉄のもう行き方なら任せてくれというようなもう自称市バス地下鉄マスターみたいな方も多分たくさんおられると思うんですけれども、そういった方が本当にそういう、そういうことを求めてる人がそういう人に尋ねられてるかって言われたら必ずしもそうではないと思うんです。まあ、そういった意味で言いますと先ほど申し上げました、まあ、英語以外の言語を喋られる方であれば、まあ、そういったバッジをつけて私は中国語を話せます、まあ、スペイン語を話せますっていうような意思表示であったり、
もう行き方についてはもう任せてくれというような方であれば、まあ、そういうもうなんとかマスターみたいなもうバッジを着用するというような可視化というものが必要なんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。どなたがお答えされますか。挙手願います。高見部長。あ、申し訳ございません、語学のが喋れる、いわゆる可視化できるお客様にご認識いただけるという点でございます。おもてなしコンシェルジュに関して申しますと、まあ、今80名登録しておりまして12カ国対応でございますが、あのネームのところに、対応言語を付けさせていただけるという状況ではございます。これはあのコンシェルジュに限ってというところでございます。以上でございます。森委員。あのこれコンシェルジュの方もそうですし、まあ、例えば運転手今研修なんかも積極的にされてますので、まあ、そういったところで、まあ、地震のついてきた、まあ、運転手の方には、まあ、そういった、まあ、見える化っていうのは必要なんじゃないかなっていうことをあの申し上げておきたいなというふうに思います。まあ、それに伴いまして、まあ、どの運転手さんにもそうなんですけれども、あの最低限の英会話といいますか、その後ろに詰めてくださいぐらいのことはやっぱりあの紙見ながらでもやっぱ言っていただきたいなっていうところはあります。そのそんな長文を喋れなくても、例えば後ろに詰めてくださいであったり、事前に了解してくださいであったり、あの自動音声で対応している部分もあるんですけれども、そんなにバスとバス、バス停とバス停とバス停の間がそんなに長距離じゃないので伝えられることも限られていると思います。まあ、けれどもそういったところで、まあ、必要な情報というものは一定お話しできる、どんな運転手さんであっても、一定数のことは紙見ながらやったら喋れるというようなことはやっぱ対応していただきたいというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。安田企画総務部長。はい、あの運転手の語学力でございますが、あの確かにあの外国人増えてきておりますので、それに関してということで我々もあの、まあ、冊子をお持たせしているんですが、まあ、接遇冊子上形しているんです。その中でですね、まあ、知っておきたい英会話をということで、あのそこの中で再現先生おっしゃったようなことを書かせてやっております。ただですね、まあ、あのどちらかというとバスの運転手さん、あのあんまり得意じゃない方が結構多いということで、まあ、そこでカタカナ打ちまでしてやってますが、なかなか難しいという状況になっております。ただそういう中でもあの積極的に学んでくる方っていうのも増えてきておりますので、あのちょっと長い目で見ていただければと、頑張ってまいりたいと思っているように思っております。森委員。まあ、あの今、まあ、そういうところの接遇向上というところも取り組まれているところは、まあ、もちろん認識もしておりますし、ただそれがしっかりと市民の皆様にも伝わる形でやっぱり一日も早くしていただきたいなという部分ございますので、そこはしっかりと取り組みをお願いしたいと思います。で次に LINE カラーについてちょっとお尋ねをしたいんですけれども、この LINE カラー導入してもう何年か経ちましたけれども、この知名度だったりこの浸透度合い、なぜ紫色、赤、白っていうのが、まあ、載せられているのかっていうことが、あの観光の方もそうですし、まあ、住んでる皆様もそうですけれども、どの程度認知されているというような把握をされてますか。高見部長。はい、LINE カラーの導入でございます。先生ご紹介の通り26年の1月に、マニュアルを1月に策定をいたしまして26年の3月に導入させていただいているところでございます。6つの幹線道路をそれぞれ色分けをするという形でございます。まあ、特に京都駅の区間につきましては、あのバスの表示、総合案内所、いわゆるトータルでこのデザインを用いまして ご認識いただいている、あるいは方向幕にもこのカラーが使われているという形でございます。もちろん各バス停でございます。ただあの先生ご指摘のこれがどのくらい、市民の皆様方、観光客の皆様方に、認知されているのかというのは申し訳ございません。数字的な把握はさせていただいてないところでございます。森委員。まあ、確かにその主要の一番大きい駅である京都駅につきましては、あの掲示板にしっかりとその意味書かれていますし、まあ、京都駅からちゃんとバスを乗ってられる方にとっては、まあ、ある程度認識のあるものだと思うんですけれども、ただ皆さんが皆さんその京都駅を利用されるわけではございませんし、あの LINE カラーで私はすごく導入された時すごいいい案だなと思ったんです。あの今まで外国の方に道尋ねられて、京都駅から四条宮行きたいんですけれども206はどっち乗ったらいいんやっていうことを説明するのに、
英語で説明するのものすごく難しかったんですけれども、とりあえず京都駅から四条宮まで206乗りたいんやったら紫色のラインのやつを乗ってくれればいいっていう説明でもう済む部分がございますので、そういった活用ができるっていう意味でラインカラーってものすごく説明しやすいツールであったのにもかかわらず、それが市民の皆さんにとってその本当に必要なものなのかっていうところはやっぱりしっかりと把握をしていただきたいと思います。まあ、というのもですね、かなり紙面を割いてそのバス のマップもそうですし、バス停の記載もそうですし、かなりラインカラーっていう部分が記載されてるにもかかわらず、これ何の色やっていうのでは非常にもったいないですし、こういう意味があって活用してますっていう意味さえちゃんと伝われば非常に重要ですし、まあ、時にはですねラインカラーがあれ導入されたせいで文字がちっちゃなったっていうような、まあ、ご意見を私もたまに聞くこともございますし、まあ、そういった意味でしっかりとこのラインカラーというものをせっかく私はいいものだと思うので、どれぐらい住民の方が認知をされてるかであったり、しっかりとその使われてるっていうことがどこまで進んでるかっていうのはせっかく導入したからであればやっぱり測っていただきたいなということは思います。で、まあ、それに伴いましてバス停の記載についてもちょっと触れさせていただきたいなと思うんですけれども、まあ、京都駅まであったり四条通りの大きいバス停であればそのバス停ごとに A 乗り場、B 乗り場、C 乗り場ときちっとその乗り場ごとに分類分けがされているんですけれども、まあ、千本今出川のぐらいのレベルの、まあ、バス停であったり、まあ、わら天神もそうですし円町もそうですし、まあ、四条宮なんかもそれに当たるのかもしれないんですけれども、道を尋ねられるんですけれども、その時点でこのバス停に行ってくださいっていうのは非常に日本語でも難しいところがありまして、今いるバス停はどこに向かうんだろうかっていうような、そのバス停それぞれにやっぱり大きいバス停になってきたらやっぱり名称っていうのは必要なんじゃないかなというふうに思います。その点についてはいかがでしょうか。高見部長。はい、バス停具体的に申しますと分節バス停の件かと思います。まあ、京都市の5番の名城 の都市構造からして当然主要交差点についてはどうしても、バス停が分離するという形になってございます。先生ご指摘の千本今出川で申しますと具体的には南行きの東側が2つに分かれてございます。比較的まあ四角柱の大きいバス停中につきましては、路線図と、そこに分配されているバス停の位置と行き先載せさせていただいているんでございますが、例えば千本今出川 の北行き西側になりますとこのシンプルなバス停中でございますがなかなかそのスペースがないという部分がございます。ただ先生 の指摘もご指摘もございます。まあ、外国から お越しになられるお客様も含めてどのような形が分かりやすいかというのは、今後検討してまいりたいと考えてございます。森委員。はい、このバス停の問題につきましては、まあ確かに大きいバス停に着けばそれなりのスペースはありますけれども、まあ、千本今出川の先ほどご説明いただいたところガソリンスタンドの前にバス停ありますのでそんな大きいバス停も着けるわけにもいかないですし、まあ、スペースをかけられているのももちろん承知の上なんですけれども、このバス停から一体にどこに行くんだろうかっていうのは地元住民でもよくそのバス停を利用しないとわからないっていうのがやっぱ現状ですし、そんな小さいバス停に全てつけろとは私は申し上げるつもりはありませんけれども、やはり一定規模のバス停になって四条宮ぐらいの規模の交差点になってきたらやはりそういったことは必要だと思いますし、観光に来られて皆さんにとってもこれ住民の皆さんにとってもいいさプラスになるサービスだと思いますので、まあ、その点はしっかりとご検討いただきたいなというふうに思います。以上です。高見部長。先生説明が漏れてございました。まあ、視認性の問題もございますが小さいバス停にもご存知の通り A から B、E というアルファベットを振ってございますがその点も含めましてどのような見やすさ の効果が挙げられるか検討してまいります。進行いたします。豊田委員。すみません、私の方ね、まあ
そこそこ、議員はさせていただいているんですけども、この、公営企業に関して質問させていただくのは今回、まあ、初めてになりますので、ちょっと的外れなことがあったりとかしましたらですね、まあ、よく市長が共産党に全く党を得てませんというような感じで答えられるような形で言っていただいて結構ですので、ちょっと冒頭申し上げてそれから質問に入らせていただきます。また私の地元山科区はですね、市バスが運行されておりませんので、本日は高速鉄道事業に関してのみ質疑をさせていただきたいと思います。決算の概要等々拝見させていただいておりますと、この企業債の残高というのがですね、年々減少傾向にあり、平成20年度の5000億近くあったのが今現在ですね、3764億円ということで、本当に、まあ、年々ですね、毎年100億円規模でですね減少していっているなということで、これは非常に、まあ、良いことではないかなと思うんですけども、まあ、その反面ですね、先ほども、質疑の中でもありましたけども、地下鉄の東西線がですね、開業してから、20年ということで、まあ、そろそろですね、様々な面でですね、改修を行っていかなければ、あるいは修繕を行っていかなければならない時期に来ているのではないかなと思う次第であります。まあ、そうなるとですね、この企業債の方もまた新たにですね、増加するということになってですね、せっかくこう年々100億円単位で減ってきているのが、また新たにですね、改修をするということに、修繕をするということになると、また残高が上がっていくということで、また減っていくっていうことが、こういう繰り返しになるということで、実際問題として、この企業債の残高ということに関しては抜本的な解決というのはですね、なかなか苦しい状況にあるのではないかなというふうに私自身は思っております。まあ、そこでね、まあ、当然例えばですね、まあ、考え方がどのようにあるのかっていうのを、まあ、問う前にですね、まず今後のこの修繕費というのがこれから数年間出てくると思うんですけども、どれぐらいの金額を目処にされているのでしょうか。中山高速鉄道部担当部長。地下鉄の設備更新という形の金額についてでございます。平成21年度から30年度まで経営健全化計画ということで、424億円というのを見込んで今まで更新してきております。これは主に烏丸線で鉄道の運行の心臓になります変電所の機器ですとか、運転の車両の運行安全を確保します信号設備、あるいは車両の保安機器制御機器で、お客様が使われるエレベーターエスカレーター、券売機改札機などを中心に更新を行ってきたところでございます。東西烏丸線につきましてもまだ35年以上経過しておりますが、これからも引き続きエレベーターエスカレーター、あるいは駅の電気室などの設備更新が必要でありますとともに、車両につきましても更新時期を迎えるということから20編成中の9編成更新を行っていくということが考えております。また東西線におきましても、ご指摘の通り開業から20年経過いたしまして、今後新たに信号保安設備、あるいは車両の保安関係の制御機、あるいは自動運転関係の装置等の更新というのが必要になってまいります。合わせまして運行管理といいまして、鉄道地下鉄の運行の新頭脳部にあたります運行管理設備、こちらの両線の更新というのも控えてくる中で、平成31年度から10年間につきましては今までの経営健全化計画の424億円を大幅に上回る更新費用が要するというふうに見込んでおります。以上でございます。豊田委員。まあ、私ね、まあ、金額ベースでというと、今この現在のところで424億円ということで今ご答弁いただいたんですけども、まあ、今後ね、これからこの東西線の、まあ、そういった設備更新っていうことになってくると、それがどれぐらいかかるのかっていうのが、まあ、大幅だっていうことですけども、まあ、おそらく、まあ、これ1000億単位になるんじゃないかなと、この今の424億円と合わせたらね、そういう私は思いではいるんですけども、まあ、それと一方でね、まあ、それだけ設備更新費をかけたとして、今、堅調に推移している、1日の乗車数がですね、今後、人口減少に沿ってですね、減ってくる時代も来ると私は思うんです。まあ、そしたら設備投資を新たにした、しかし、まあ、その一方で顧客数は減っていく。
そして、まあ、一方で、企業さんの残高も減らないというようなことでね、せっかくまあこの間努力してきたことが、に水を差すような話になるかもしれませんけども、今後、将来的にこの地下鉄事業をどうするのかっていうのは、一定私は、方向性っていうのはね、まあ、例えば隣の大阪じゃないですけども、当然民営化の議論もあるかと思いますし、さまざま形で私は、議論をしていく必要性はあるのではないかなと。今、好調な今だからこそ、どん詰まりになってですね、売却したいとかですね、あるいはそういう厳しい議論をするよりはですね、今の時点でですね、将来性を見据えた私はこの地下鉄事業の在り方というのは考えていくべきではないかなというふうに思いますけども、その点は、いかがお考えでしょうか。平野企画総務部担当部長。はい、地下鉄事業の今後の、見通しについてでございます。先ほど、まあ、建設回路費といいますか、修繕費等々の規模がどの程度になるかというようなお話がございましたけれども、それにつきましては新たなビジョンを策定していく中でですね、収支の見通し等も立てていきますので、その中で、算定しっかり算定してまいりたいというふうに考えてございます。また、議員の方からの、民営化というお話がございましたけれども、地下鉄事業いまだに先ほど申しましたように3700億円を超える企業債の残高があることに加えまして、累積資金不足も300億円を超えております。そういった中で民営化といいますも、大阪の方は日々といいますか、多額の利益剰余金を計上できるような非常に潤沢な財政状況であったがために、ああいう手法もありえましたけれども、京都市の地下鉄について民営化というのは非常に難しいのではないかというふうに考えております。しかしながら、ご指摘いただきました通り、今後財政状況がさらに、まあ、計画通りに経営健全化団体を脱却いたしますと、一般会計からの健全化収支もなくなるということで、さらに厳しい展望になってまいりますけれども、そういった中でどうしていくかということにつきまして、今後もその健全経営を維持していくために何をしていくか、どうしていくのかということにつきまして、ビジョンを策定する中でしっかりと議論をして、持続可能な地下鉄となるようにしてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。豊田委員。今後のその、まあ修繕費、設備の改修等々については、まあ、今後金額を算定して新たなビジョンを策定されるということで あるので、まあ、それはぜひしっかりとやっていただきたいと思います。その一方でね、まあ私は民営化ありきというのではなく、まあ、民営化も含めた一つの考え方があるんじゃないかと言っただけで、まあ、民営化を推進するとかこの場で述べたわけではないので、ちょっとそこはご理解いただきたいと思います。まあ、それでですね、一方でこれだけ企業債の残高がある中で、今ですね、この借り入れ金ですね、企業債の、借り入れのこの企業債の内訳という残高を見てますとね、結構利率がですね、非常にまだ未だ高い利息でですね、借りておられる、高いのになると 5% とかですね、 4% 台も、結構あるということで、まあ、これらの借り換えっていうのもね、私非常に大きな、検討材料としてしていかなければならないのじゃないかなと。とりわけ今、ゼロ金利ということでもありますし、まあ、その中で、未だにですね、4%、5% のですね、金利を支払いながら企業債の残高を、まあ、減らしていくというのが、果たしてそれが妥当なのかどうなのかっていうのも含めてね、私は、検討すべきかと思うんですけども、この点については今現在どのようにお考えでしょうか。安田総務部長。はい、金利の、企業債のことでございますが、我々もずっと国家要望の中でやってきてまいりまして、で実はですね、19年から24年の間に、高金利 5% 以上の公的資金を対象として、借り換えをさせていただいております。でその結果ですね、まあ、120億以上のちょっと利子分の削減っていうのができたなというふうに思っております。ただその後ですね、国の方で東日本の大震災等もございまして、平成25年以降ですね、東北地方を中心にその借り換え制度等もやられるということがございます。で、まあ、我々強くですね、まあ、要望を続けてますし、先ほど先生おっしゃられた 3%、4% 程度のまだ高いと言われる金利の分、これについても要望活動を続けております。ただなかなか現状は東日本の話もございますので厳しいというのが回答でございます。豊田委員。まあ、引き続きね、私はこれやっていただきたいなと思います。まあ、先ほどのね、回収も含めてね、まあ、金利のいい時にね、まあ、一気に
ある程度ね、修繕してしまうというのも、考え方としてはあると思いますし、やっぱり、そういったね、さまざまな観点から、さらなる、経営努力はしていただかないと、私は、なかなかこの先この鉄道事業というのは成り立たないのではないかなと思っておりますし、本当に、初心者みたいな質問で、誠に申し訳ないんですけども、ぜひとも、引き続きやっていただきたいと思います。それと、ちょっと地下鉄を私、一利用客としてね、この件は終わりとしてですね、してる中でちょっと気になることがあるんですけども、地下鉄の雨漏り、地下鉄の駅でですね、雨漏りなのか何か分かりませんけども、駅の、構内にですね、ビニールでですね覆って、バケツを置いてですね、水が溜まっているというようなところが、見受けられるんです。でもおそらくこれは、水がどこかその、コンクリの間からですね、染みてきているのか持っているのかっていうので、見てるんですけども、一利用者として見た際にはですね、非常に、この近く通ったらね、コンクリートが剥がれて落ちてくるんちゃうやろかとかですね、何かあるんじゃないだろうかっていうので非常に、見てて見栄えも悪いですけども、見栄え非常にですね、なんか本当に大丈夫なのかなって思う部分があるんですけども、こういった、部分ってね、実際にそのコンクリートが剥がれ落ちてくるとかそういう危険性はないのかということと、この、抜本的にねやっぱり見栄えも良くないですし、他の東京とか大阪に行ってもですね多分同様の、ことはあると思うんですけども、そういう場面って私あまり見たことなくて、実際京都の、地下鉄ではよく見るっていう状況なんですけども、その点についてどのお考えでしょうか。中山担当部長。はい、地下鉄駅の、漏水ということでございます。こちらの地下鉄の駅の構造物地中にございますので、どうしても地下水位等の上昇などがありますと、漏水してくるということは避けられないものでございます。特に地下東西線につきましては、他の都市の比べまして深いところがありますので、余計に地下水の影響を受けているというところでございます。で、漏水が発生いたしました場合、まずお客さんにが濡れないように迷惑かからないようにということで、ビニールをまずかけさせていただくということで、対応いたしており、応急措置として対応いたしております。その後ですね、漏水の状況によりまして、一過的なものであれば、そのまま、ビニール撤去するということになりますし、継続いたしておりますと、天井、構造的にはお客様から見ますと天井がありまして、その中に電線管ですとかダクトとかこういうのが入っております。で、構築水が漏れてくるのはその上から漏れてきておりますので、その漏れてきている部分特定いたしまして、塗油をかける等を対応いたして、塗油をかけるということで対応いたしております。今現在ですね、ビニールかかっておるのが、今日の時点で3箇所ということになりまして、なかなかどこから漏れてくるかということも分からない中で、対応をそういう形でいたしておるというところでございます。理事者手を挙げておられますので、土田、部長。すみません、ちょっとだけ補足、安全上どうかというお話がありましたので、私どもトンネルとかそれからコンクリートにつきましては定期的に検査をしておりまして、全然問題ございませんの で漏水は先ほど、担当部長が申しましたようにもうちょっと避けて通れないところがございます。これからも点検とかしっかりやって安全上は確認してまいりたいというふうに思っております。以上です。豊田委員。安全上は問題ないということで、ちょっとそれは私安心したんですけども、やっぱり見栄えとかね、いろいろ利用してる方からしたら当然何かあるんじゃないかっていうことでね、不安に思われる面もあると思うんです。やっぱり、そういうことも含めてね、ちょっと駅の中でね表示していただくとか、現在3箇所ということで、だいぶ私が見た時ものすごく多い時もあったと思うんですけども、だいぶそれは修繕していただいているのかなという思いますけども、やっぱりしっかりとその辺ね、乗客の皆さんに分かるように、安全上は問題ないというようなことはね、ぜひ私は記載いただきたいなということを、申し上げて、終わります。以上です。はい、お一人、平野部長。
すみません、先生、さっき一番最初の、質問のところで、民営化のお話についてちょっと補足をさせていただきます。私、赤字のために民営化が難しいという説明を、短絡的な説明をいたしましたけれども、地下鉄につきましては市民の貴重な財産であり、都市インフラとして非常に重要な機能を果たしているということで、これを今後もしっかりと守っていくというのが基本スタンスであるということを補足させていただきます。どうも失礼いたしました。豊田委員。私も別に民営化ありきとかそんなんじゃなくてね、ただやっぱりこういう修繕を大きな改修事業をするときに、まあ、新たにこの企業債残高が上がるとかですね、まあ、将来見据えた中でね、どうなるのかっていうことも含めてね、含めていくと今後の、経営状況がね、今みたいに順調にある程度軌道に乗りつつあるっていう状況にはなくなるっていうことも含めてね、まあ、様々な観点からね、まあ、私は民営化しか今思い浮かばなかったんで、あれなんですけども、まあ、いろんな観点で考えていくのは私必要じゃないかなと思ったんで、まあ、あくまでもその市民の足を守るっていうのは私も別にそれを守るなという気もないですしね、それがおかしいという気もないので、はい、よろしくお願いします。よろしいですか。進行いたします。山津委員長。はい、まず平成28年度におきまして、市バス地下鉄ともに制服のデザインを一部リニューアルされたということで爽やかなイメージを発信したとのご報告がありましたが、やはり先日ですね、職員が公共 Wi-Fi を利用してわいせつな画像をですね知人女性に送りつけたりとですね、もう到底爽やかなイメージとは逆行するようなことが起こりましたね。で28年度も不祥事もございました。ぜひともですね、冒頭に起きまして、こう不祥事をですね絶対に起こさないという強い決意をですね今改めて、私からきつく要望しておきます。さて、まあ、28年度の取り組みをいろいろ見ておりますと、やはりこう外国人観光客受け入れ対策というのがですね非常に今回主だって目立っているように思いました。市バスの方でも4カ国語対応のスマートフォンでのホームページが開設されたりですとか、4カ国語対応の車内ステッカーなど作成もされておられます。で地下鉄でも同じくですね4カ国語表示機能付き、券売機生産機導入ですとか、ホームページの解説などをされてですね、まあ、外国から来られた観光客の方がですね、まあ、快適に公共交通を利用していただけるような環境が整ったなというふうには思っております。まあ、そんな中ですね、先般の決算の書類調査を見ておりましたら、かなりの頻度で英会話出前講座というのを実施されているのを知りました。で私、あまりちょっとこういう講座をですねされているということを知りませんでしたので、今一度この英会話講座というのは、まあ、いつから始めてでどういった内容なのかというのをちょっと詳細をお聞かせください。安田企画総務部長。はい、初めにちょっと不祥事につきまして、交通局が大きく失った信頼を回復するため全力で取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。それと英会話の出前講座の件でございますが、平成25年からちょっと開催をさせていただきます。具体的にはですね、やっぱり外国人の方が増えてきたと、まあ、そんな中で、まあ、職員自身も困っているというのが実態でございます。で、まあ、我々ですね、まあ、最低限の英会話、それとあとジェスチャーですね、まあ、こういうのを加えて何とか会話をしてお客様のやり取りができないかというのがこの、英会話の出前講座のスタートでございます。で具体的にですね、やりたいという職員が自主的に5人以上のメンバーを集めて、でそれで先生を派遣してですね、まあ、先生とこうやり取り、みんなでものを考えながらやるというようなやり方です。で具体的に何かのこのテーマを決めてですね、お客さんが降りられる時の対応とかいうのを決めたら、一人がその時どう言ったらいいのって言って、私やったらこう言ってるよと、僕はこう言うよというようなやり取りをさせていただいて、で最後に先生がこういう言い方がいいですよというような指導をしていくと、でこういうことで具体的に充実させていくというようなやり方でございます。山津委員。はい、平成28年度もですね4月からほぼ毎月開催されてまして、まあ、多い月で4回ほど実施されてたと思うんですけども、これっていうのはネイティブの先生をお願いしてるんでしょうか。安田部長。はい、ネイティブの先生でやったりしています。山津委員。
はい。で、28年度の一番最後を待つに、3月31日には、中国語入門講座というのも、実施されたと思うんですけども、これも、先ほどと同様、どういった詳細をされ、内容だったのかというところと、これは、29年度も引き続き実施されるのかどうかお願いします。安田部長。はい、中国語入門講座、試行的に昨年度やらせていただきました。まあ、これはですね、具体的に英語と比べてやっぱりハードルがちょっと高いんですよ。で、京都駅といいましても中国語でしたら人道じゃんとかいう発音で皆さん読まれるということで、通常の英語の時の対応のようなことはいかないということがございます。そういう意味で単語とかを中心にやらせていただくということで、簡単な中国語というのをやらせて、それを1回やらせていただいたということです。で、まあ、次もですね、年内にやらせていただこうというふうに思って今計画中ということでございます。山津委員、すみません、これも合わせて、中国人の先生なんでしょうか。安田部長。これは日本の方なんですが、中国語が堪能な方ということでやらせていただいてます。山津委員、こちらはこの日本の先生にお願いされた理由というのはどういったことなんでしょうか。安田部長。先ほどの英語の時もそうなんですが、まあ、英語の時はですね、まあ、我々の交通情勢が分かっていてやれるネイティブの先生っていうのを我々側がちょっと分かっていたってこともあってやらせていただきました。で、中国語についてはちょっと守備範囲が狭くって、で、まあ、交通事業が分かる方でっていうことで探させていただいたら日本人の方やったということ。山津委員。はい、わかりました。これまでですね、いろいろ実施されてきた内容、特にその英会話の方は積み上げ式といいますか、内容をまとめて、まあ、一部、私もいただいてるんですけども、こうやって冊子にして置いていってらっしゃるんですが、これっていうのは実際にその、講座に参加した人以外が閲覧するような状況というか環境はどんなふうに整ってるんでしょうか。安田部長。はい、閲覧するというのはそういうのはないんですが、まあ、希望されたらお渡しするというような状態になっております。山津委員。ではこれはもう管理して、まあ、希望されたらということですけども、各営業所に保存されてるんですか。安田部長。研修所の方で保存しております。山津委員。ちょっとね、せっかくこう、まあ、有志で、有志の職員さんがですね、まあ、講座に参加されている分ですけども、せっかくこうやって、刷新してできてるんであれば、まあ、いろんなところで見れるような形にですね、ぜひともされるべきだと思っておりますので、まあ、ちょっと検討の方をお願いしたいと思います。で、先ほどもお伺いしましたが、まあ、今ではまだ運転手さんなどのこう自主性で参加してもらって、できちっとしたまあ形式がないような、まあどちらかといったらフリースタイルの講座かなというふうに思っておりますが、まあ今後ですね、続けていかれる中で、なんかこうカルチャースクールのようなですね、なんて言うんでしょうか、そういうものじゃなくて、しっかりと効果を現場で発揮していただけるようなですね、有意義なものに変えていっていただきたいというふうに思っております。で、合わせてバスなどに配備されているコミュニケーションボードもそうなんですが、今あったこの積み上げされている講座内容のまとめもそうなんですけども、やはり言語というのは生き物ですので、常の見直し、定期的な見直しもお願いいたします。で、そもそもですね、市バスの運転手さんや駅員さんで、英会話、英語が喋れたりですとか、まあ、いわゆる外国語を、スキルとして話せる方も、いらっしゃるかなと思うんですが、先ほど一部、そういった部分のスキルの可視化という話が出ました。で、私は、思う限りでは、まだ京都市、市バスの職員さんであったり、地下鉄の駅員さんであったりが、この英語喋れますとか、中国語喋れますといった、いわゆるその言語バッジとかですね、そういったものをあまり使われてないというふうに私は思っておりますが、まあ、最近デパートとかですね、商業施設でも、やはりこう、名札の横にこう、喋れる、言語の、まあ、国旗をつけたりですとかですね、そういう言語バッジなどを多用している部分もありますので、ぜひとも、せっかくこんな積極的にいろいろお取り組みされているので、例えばバスでしたら、名前のプレートの横にですね、英語話せますといったような何か、
シールを貼るですとか、また、名札のところにですね、そういった言語バッジなどを取り組まれてみてはいかがかなというふうに思っております。で、いろんなこうお取り組みされている中でですね、実際にその、すでに働いている方が持ってらっしゃるスキルがあればですね、それに越したことなくってですね、それはしっかり、大いに活用していただきたいなと思っておりますので、まあ、可視化の部分を含めてですね、もう一度ご答弁いただけますでしょうか。安田部長。英会話電話講座ですね、先ほど答弁させていただいたんですけど、大体英語できない不得意な方が多いというのがうちの運転手さんの実情なんです。そういう中でですね、頑張って意思を持って取り組んでいるというのが実態でして、で彼ら自身がまだこれを検証したからといってなんか資格が取れているというわけでもない。で資格を取れたらそれは確かに胸につけても問題ないかもしれませんが、実際そういうものっていうのがやっぱり基準が難しいなというのがまず1点ございます。それとバスなんかで申しますと、その中国語できますよとかの貼ってしまった場合、中国人の方がそれを見て非常に喋られて運行上にも支障が出るという可能性もあります。ちょっとそういう意味もちょっと全て検討させていただいて、それから考えるというレベルの方かなというふうには今思っております。山津委員。まあ引き続きそういった部分の検討もですね、取り入れていただきたいなというふうに思っております。で、まあ、こういった部分で外国からの観光客の方がですね、こう快適にどうやって過ごしていただけるかということを日々研究されてですね、いろんなところに、施策の方に取り組んでいただいていると思うんですが、近年ですね、非常に全国的な流れとしまして、イスラム教といわれるムスリムの観光客が急増しております。で、世界のムスリム人口は16億人を超えて、これは世界人口の4分の1に当たるということで、で、さらに2025年には20億人まで急増するという話で、本当に全国的に訪日ムスリムの受け入れ体制というのがですね、非常に新しいこう常識になってきているかなというふうに思っております。で、そんな中、ご存知の方も多いと思いますが、ムスリムの方はこう1日5回サウジアラビアのメッカに向かって、まあ、礼拝をされるということで、礼拝室の設置というのが全国的に広がっておりまして、京都でも、今10カ所あるということを聞いております。で、関西空港などをはじめですね、百貨店、商業施設、大学構内までこういった広がりを見せているわけなんですけども、平成26年に私鉄、大阪にあります南海電鉄が難波駅にこの礼拝室を開設されたということで、施設では初だったということです。私鉄では初で、で合わせて JR 西日本でも、まあ、そういった取り組みがなされております。で、先ほども言いましたが、京都市では、まあ、産業観光局が、まあ、中心となってそういったムスリム対応に取り組まれているんですけども、京都駅前の京都タワービル内にあります関西ツーリストインフォメーションセンター京都の中にも礼拝室が設けられてまして、それでは礼拝用に使うマットをですね、西陣織で作られたということも聞いております。で、そこで、まあ、提案なんですけども、まあ、礼拝室といってもそんなに広いスペースが必要なわけじゃございませんし、で、乗り降りの多い、まあ、京都、地下鉄烏丸駅や京都駅というところにですね、こういった礼拝室をぜひともですね、京都として、観光都市、先進の京都としてですね、公共交通の駅に、設けてみるという考え方はいかがでしょうか。で、合わせて、先ほど言いました難波のその駅の方では、そこにあります、飲食店や、また、スーパーなどで、そういったムスリムの承認を受けたような、ハラルの料理を、提供する飲食店なども、同時に整備されたということですので、ぜひともですね、それはコトチカの方でもやっていけるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そういった検討を取り組んでいただくというような考え方はいかがでしょうか。土田高速鉄道部長。はい、先生おっしゃった、まあ、ムスリムの受け入れということは私ども、まあ、承知しております。私どもが聞いた段階では、難波は難波の駅構内ではないと
あの横にあるナンバーシティの中に作られた、で JR も同じように駅構内ではなくて駅の横にある商業施設の方に作られたというふうに聞いております。で今は市場とか京都をちょっとあの具体例挙げられましたけれども、駅構内としましては市場も京都もはっきり言いましてなかなか狭くて、あの場所が見つけがたいというところはございます。それからあの、まあ、私どもがもしやるとしたらそのムスリムに限るというわけではなくて多目的でいろんな宗教の方も全部多分取り入れないといけないですから、そうなると多様な価値観の方がまあ同時にやられて何かトラブルがなるんじゃないかなという心配もまあ確かにございます。まあ、そういう中であの先生おっしゃられてたように産業観光局の方でまあこれの対策を取っておりますので、私ども産業観光の方と連携しながらどのようなやり方ができるかまあ考えてまいりたいというふうに思っております。山津委員。はい、ぜひともですね、あのオリンピックもやってまいりますので、いろんな受け入れ体制をまたあの日々研究していただきたいなと思っております。であの最後なんですけども、まあ、あのルール議論がありました。やはりあの可動式ホーム柵ですね。で設置がまだ今3駅にとどまっていて残り12駅に関しましては、まあ、いろんな技術面あの予算面も含めてなかなかあの難しいということで今は注意喚起ラインでまあとどまっているというところだと思います。でもちろんあのその理由はあの何度も聞いておりますしあの理解はしているんですけども、ぜひともですね日々あのそういった可動式ホーム柵も今後、さらにこうリーズナブルで安全性がより高いものっていうのも必ず出てくると思いますし、高いからもうつけないんだと言ってもちろん諦めてらっしゃるわけではないんですけども、引き続きのまあ研究であったりあの施策ですね、いろんな部分は続けていただきたいんですが、そのあたりいかがでしょうか。土田部長。はい、あの私ども可動式ホーム柵を諦めているわけではございません。あの可動式ホーム柵の方に向けて、まず9編成の新造車両に AT を乗せると、そういう方向で今言っているところでございます。で先生おっしゃられたように今の日進月歩でいろんな、まあ、可動柵の方式が出ております。残念ながら唯一あの JR の方で、使われておりますロープ式につきましては幅の関係があって今私どもではそのまま利用できませんけれども、この先そういうところも含めて、アンテナを立てて、検討してまいりたいというふうに思っております。では進行いたします。大西委員。私も若手議員の一人としましてですね、あの最も応援しておられます若手職員増客チーム、このチームがですね昨年放った3本の矢、メトロアモーレ、京中部、ことことサブウェイ、もう大活躍でした。この昨年度のですね予算特別委員会でも私をお尋ねしてずっと追っかけております。平成22年度からですね第1期若手職員増客チームが設立され、第7期を迎え26名が活動されていました。まず7年目の総括をお願いできますでしょうか。お願いします。宮田営業推進室長。はい、若手職員増客チームにつきましてはあの先生以前にもご質問いただきまして非常に評価を賜っているところでございます。で、まあ、7年間の総括というご質問でございますけれども、まず一つはもうこれはもう先生もご承知の通り非常にやはり若手らしいあのオリジナルな、まあ、私どもまあ壮年層からはまあ生まれない発想のですね、企画を出していただきまして、それを実行していただいてですね、それがまたそのこのチーム自体は単年度の活動ではございますが、ご承知の通り渦政萌えといった今例えば地下鉄の応援キャラクターとしてかなりあの世間的にも認知をされております。そういったものを作り出してきたということで非常に評価をしているところでございます。でそれが実質面でございあのいわゆる事業としての実質面でございます。そして間接面といたしましては、この活動を続けていく中でこれは当然当時はあの、まあ、5万人推進本部の中で下部組織としてやらせていただいておりましたけれども、まあ、当初はですねやはり各局区役所からこのまあよまあ、職務忙しい中なかなかっていうお声もございましたんですが、非常にそのメンバー自身 の, あの積極的な活動を目にした各局からですね非常にあの評価を得まして、積極的にあのチームに参加することは非常にいいことだから自分 の, あのスキルアップにもつながるからぜひともやってみなさいというような声でお声をいただいてきたということがございます。そういった形で、毎年数十人規模で応募いただいてきたと。でそれとこれをまああの手本といたしまして他局にも同じようなチームを作ろうという声が上がって、そういったものがあの非常に京都市全体の職員力の向上につながってきたという点は非常に大きいものがあるのではないかというふうに思っております。以上でございます。大西委員。
はい、もう非常にこの若手職員の積極性とですね、この創造性、ね、非常に評価したいなと思っております。で、この、まあ、具体的に見ていきますとですね、まずこの胸中部班ですね、この地下鉄の利便性をコミカルに PR する動画を制作し、YouTube に配信する。先ほどですね、田中貴則先生もですね、触れられましたけども、私は大絶賛をしております。で、まずですね、前回の委員会でせっかく作成したコンテンツのバナーをですね、交通局のホームページに貼っていただけないでしょうかという要望に対しましてですね、若手職員増客チーム胸中部と早速作成いただきましてありがとうございました。で、またですね、因果関係はちょっとわかんないですけどね、前回委員会で私、ぜひガチャピンとムックのようなですね、この対決動画できないですかという形で申したところですね、なんとですね、これ、ボーリングだったり、この PK、輪投げ、様々な対決系の動画がアップされました。もう相撲対決なんてもうたまりませんでした。もう本当に胸熱でした。わかりやすい設定で、まあ、本当に今時感があって感動を覚えております。江戸仕草にですね、拳腰浮かせという言葉がございます。江戸時代にですね、狭い船に乗るときに拳一つぐらいですね、浮かして相手に、譲ると。もう一人ぐらい座れる余裕ができるという内容でございます。まあ、現代のですね、満員時の地下鉄の座席でも適用できるんではないかなと思っております。ぜひですね、そういったマナーであったり、午前中ですね、小林先生もおっしゃられてました、リュックサックの問題ですね、であったり、まあ、ヘッドホンの音量系の話とかですね、まあ、若い世代や外国人向けのマナー啓発系動画もですね、検討いただいて、若手チームの皆さんにぜひお伝え、ご伝言いただきたいんですけども、いかがでしょうか。宮田室長。はい、今年度8期27名のこのチーム員がですね、実は先ほど午前中の議論にもございましたが、今回は80万人推進本部に衣替えをしておりますので、その下部組織として活躍をしていただくことになりました。で、まだこれ一応チーム編成もいたしまして、まだちょっと我々の方に具体的にこういったことっていうのは聞こえてきておりませんけれども、まあ、先生ご意見そういったことがあったということはもう伝えてまいりたいというふうに思っております。大西院、ぜひお伝えください。続きまして、メトロアモーレ班ですね。これもうね、もう本当にもうメトロアモーレというネーミングの時点ですね、もう出来上がっていると思うんですけども、素晴らしいです。飲んだ帰りは地下鉄でですね、もう大活躍だったと思いますけども、まあ実はね、それに隠れてですね、イベント系があったと思います。これ地下鉄に乗って渦政萌えカフェに行くですね、この企画があったと思うんですけども、これどんなも内容だったのか教えていただけますか。お願いします。宮田室長。はい、これはですね、私どものこの渦政萌えの関連、まあ、キャラクターをですね、JR 京都伊勢丹様がですね、非常に興味を持たれまして、実は、まあ、これは結果論になりますけども、JR さんが非常にこの取り組みはいいということで、JR さんの方では伊勢京花という別のキャラクターまでお作りになったということで、非常に交通局との親和性を持たせた事業を考えられませんかということで、まあ、連携イベントで、今年でございますけども、5月の17日から23日でございますけれども、伊勢丹さんの中にですね、まず2階の方で私どもの渦政萌え関係のですね、オリジナルグッズの販売コーナーを設けさせていただきまして、でそれと、11階にレストラン街がございますんですが、そちらのですね、カフェの方で、まあ、渦政萌えに、まあ、特化したですね、特別メニューを作りまして、この期間中、まあ、売り出すという形で取り組んだものでございまして、非常に人気のとなりまして、新聞報道もされたところでございます。大西院。はい、ありがとうございます。これ非常にこれ本当にね、衝撃で、実は隠れた広がりが含まれているんではないかなと思っております。先ほどね、向田先生もですね、この触れ合っていたんですけども、キャラの件なんですけども、今現在ね、交通局独自のキャラはですね、これ相関図見るところですね、独自では9名、9人に広がってます。で、これ、渦政萌えのお父さん、渦政太さんとかですね、おられてですね、まあ、いろいろ広がってるんですけども、先ほど、ご答弁いただきました新しいキャラクター、これは伊勢京花28歳ですね、 JR 京都伊勢丹のアシスタントバイヤーで帰国子女、なりそめは渦政萌えと居酒屋で偶然隣の席になり意気投合し飲み友達にと、まあ、こういう設定でございます。これね、何がすごいかと申しますとですね、決してこのアニメの深い話ではないんです。このキャラ自体は交通局独自ではなくてですね、伊勢丹さんが主体となって交通局とコラボで生まれたこのね、キャラなんですけども、
これはね、もう本当に新しいコンテンツの展開、広がりにつながった大きな結果だと思っております。本当にこのアニメから広がっ、始まったですね、このキャラがスピンオフしましてですね、様々なイベントや企画に派生する新しい展開が、今後多数の企業さんとね、ジョイントが期待できるのではないかなと思います。これね、ちなみにちょっとお聞きしたいんですけども、このイベントの際ですね、まあ、あの、うずまさ萌えの提供する萌えのチーズハンバーグとかですね、松ヶ崎の先のソーセージとトマトソースの大盛りパスなど、まあ、いろんなキャラのメニューがあったと思うんですけども、ちなみにこの中でどのキャラのメニューが一番人気だったか教えていただけますか。お願いします。宮田室長。はい、ですね、あの期間中でございますけれども、実は先ほど申しましたカフェの方で、フードメニューで7種類、それからドリンクメニューで4種類の販売を限定でさせていただきました。でその中で4種類のドリンクと申しますのは、先ほど先生もうずまさ萌え、松ヶ崎、おのみさ、うずまさ霊の4種類でございまして、一番人気がございましたのはうずまさ萌えのドリンクが一番の人気でございました。それから7種類のフードメニューでございますけれども、この中で一番人気がございましたのは、萌えのチーズハンバーグ、あの先生今ご紹介いただきましたが、これがですね、期間中127件、18万5000円売れたということでございまして、あの非常に、ま、あの他のメニューもかなり売れております。期間中総売上はこのカフェで140万円あったというふうに伺っております。以上でございます。大西院。ありがとうございます。やっぱりうずまさ萌えが一番人気なんですね。すごいですね。あの最後なんですけども、この7年間若手チームのですね、様々なチャレンジであったりとか、トライが行われてまいりましてですね、まあ先ほども申されたように、現在、8期生の若手の皆さんがですね、もう本当に頭をひねりですね、海の苦しみの中ですね、あの直面されていると思うんですけども、まあ今までの実績も踏まえましてですね、まあ29年度、今年度ですね、に、期待する思いとご決意をお聞かせいただければと思います。お願いします。宮田室長。はい、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、今年度からこの若手職員チームの、まあ、バックといいますか、が、まあ、80万人推進本部に衣替えをしております。で、こういった中で、その取り組みとは別にですね、実は今回からその80万人を目指しまして、民間団体の方にもご協力をいただきますチーム電車バスに乗るという団体を新たに作りました。これは私ども行政の局であったり区役所と、それと民間団体が一緒になっていろいろなイベントや事業を連携することによって、公共交通全体の増客を図ろうという取り組みでございます。で、この若手職員チームも実はそのチーム電車バスの乗るの中に若手職員チームとしてお入りをいただいております。そういった意味で言いますと、例年、今までと違いまして、よりですね、民間団体さんとの関わり方が非常にやりやすくなったというふうに思っております。そういった中で、まあ、これはこれからどうなるかまだ分かりませんが、よりですね、積極的な、まあ、本当にあっと驚く企画を考えていただけたらなというふうに思っております。以上でございます。大西委員。本当に力強いお言葉ありがとうございます。もう本当にこれ期待しておりますので楽しみしております。これ最後にちょっと要望だけなんですけども、地下鉄烏丸線のですね、始発駅 K01 の国際会館駅ですね、同社小学校、中学校、高等学校であったりとか、まあ、北陵高校、清華大学、京都産業大学生のですね、まあ、小学生から大学生まで、まあ、幅広い多くの学生利用が多い駅になっております。まあ、ぜひこの国際会館駅にもちなんだですね、キャラが生まれることを要望し、私の質問と思います。ありがとうございます。よろしいですか。以上で交通局の審査を終わります。理事社の皆さん、ご苦労様でした。明日6日金曜日は午前10時から上下水道局の審査を行いますのでお願いいたします。本日の分科会はこれをもって散会いたします。皆さんお疲れ様でした。